ありがとうございます。ね、お前でトラビスから約半年、久々にね、ロフト内に参って、乗ってまいりました。で、まあ、簡単に、あの、二人ね、お呼びする前に、ちょっと簡単な説明事項をちょっとだけさせてください。撮影は、今日は全部 OK ですというか、配信してるぐらいですからね、問題ないんですが、あの、配信でも流せない、ここの人、来た人だけ、映像が今回若干ございます。そこは完全撮影 NG で、もう目に焼き付けて書いてください。写真撮ったら殺されますというやつね、はい、殺し屋がやってきます、はい、なんでそこはちょっと厳守でお願いいたします。あと一応まあ今日の実況ハッシュタグ的にも作ってまして、ハッシュタグ、シャープ、渋谷 TMN 全部英語で渋谷 TMN、まあ、よろしければハッシュタグつけて、ね、投稿とか感想とか、ね、書いてもらえれば思います。あと今日スペシャルメニューも、ね、ございますので、それでもゴンゴン頼んでください。その注文の数があの今日の、ね、壇上のお客さんのあのね、収入になりますので、そちらもよろしくお願いします。で、最後に、抽選会っていうのがございまして、今日2品目からですね、注文するあの、抽選券ついてきまして、最後に抽選会ってやるんですけど、そこで素敵なプレゼントが、楽しい、愉快なプレゼントが当たりますので、そちらの方もぜひぜひ、注文していただければと思います。はい、そんなもんですかね。はい、では、ね、今日の主役をまず呼びしたいと思います。須田五一さん、今井慎さん、よろしくお願いします。やっぱこの曲じゃないとね皆さんあのお足元悪い中、お集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ございます名前を言ってください。須田です。須田です。自己紹介。須田ソッパーの須田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一人、はいはい、IGN JAPAN の今井と申します。なんか主役とか言ってあの登場して申し訳ないですけど僕はあの、IGN というメディアの、副編集長をやっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、今井さんとはあの実は連載をね、はい、ずっとやってまして、ね、やってまして IGN ジャパンで映画の連載を、その前もちょっとありましたけどね。ありましたね。 ありましたありました。いろいろと別メディアで、別媒体でやってましたね、はい、もう結構なかれこれお付き合いも長くて、はい、はいね、一緒にやらせてもらってます、ね、はい、ということで、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まあ、いつも YouTube の方でねやってますけど、今日はそうです、はい、お客さん前ということで。そうなんです。まあ、あの、うん、IGN JAPAN の連載の別枠みたいな感じなんですけども、うん、はい、ちょっと試しにやってみようかということでですね、はい、トラビスマンデーナイトロというタイトル で、はい、しかも今日飲みながら。そうなんです、飲みながら、しかもマンデーじゃないって、はい、そう、なんでマンデーなの。間違えて来ないか、来れない人いるんじゃないかっていう、ね、いるかもしれません。月曜日だと思ってね。そう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 。でもやっぱり、ま、やっぱマンデーナイトロって響きが、ですよね、やっぱ僕らにとってはね、青春じゃないですか。何人分かるかって話ですけどね、はい、プロレスネタですけど、まあ、曲もそうですけどね、はい、はい、じゃあ結構注文いたしましょう、はい、飲みながらですかね。はいはい、はい、これは通常の、あ、皆さんメニューがね、手元がありますかね。これがスペシャルメニューになりますんで、オリジナル、配信の皆さんも、はい、オリジナルです。オリジナル。トラビス、それからグラスホッパー、シルビア。グラスホッパーって一応あの実際に定番ありますよね。定番ありますよ。まさにあれなんですよ。ミント系のやつですね。そのままですね。はい。トラビスは何だろう。グレープサワー。確か色のイメージ確か作ったんですね。ああ、なるほどなるほど。でシルビアはあの今回 E3 で最新トレーラー流したんですけども、はい、最後に登場したシルビアが飲んでるだろう。うん、カクテルのイメージです。あのイメージで。そうですね。チェリーはついてるんですか。チェリーはついてない。マス。あ、もうマスで、ね、ありがとうございます、うん、もう早速頼んでいただいて、はい、あとなんだろう、ノーマヒロ3 NMH3、 これはジントニックですね。ナンバー3ジン仕様のジントニックという、いいジンなのでちょっとお高い、はい、うん、で最後にコーヒー&マシュマロ、ね、これ何かというと、はい、今日あの実はあのラジオした皆さんにプレゼントがちょっとねありまして、まあ、こんなものを作りました。皆さんもう持ってらっしゃいますかね。入場の時に皆さん、ね、はい、配ったと思います。2つあのクリアファイル。まあ、会社用なんですけども、せっかくなんでね。皆さんにも大量に吸って、ね。大量に、大量に吸って、うん、はい。で、あとステッカー。そうですね、まあ、これも PC や何やかんやに貼りやすいように。あとスマホにも貼りやすいサイズにしました。うん、これなんだろう、まずノーマーヒーローズ3。ロゴですね。ロゴのステッカー。それから、まあ、これあの、某バンドの
ボーバーの、ジャケの、最近流行ってますよね。流行ってます、流行ってます、すごい流行ってます。もうこれバンドと関係なくあのみんな思ってるんじゃないかな。なんか T シャツの柄だと。そうそうそう、ボーバンド絶対聞いたことないはずなのに、うん、着てる人いっぱいいます、ね。着てる人いますけども、まあそれのパクリ、パクリ言っちゃったよ。パクリですね。まあこれもそうですけど。あとこれはあのサンダデスロ、ニューサンダデスロロゴですね。はい。ね、今回 T シャツにもなって、はい、トラビスの、トラビスの背中に今回背負ってます。おお、なるほど。まあ、これですよね。そうです、これまさにこれですね、今日の T シャツね、はい、限定の、はい、T シャツなんですけども、あとは謎のキャラ、これ謎なんですけど、これが全く分かんない、突然の、まあ、これから発想して最後のメニューコーヒー&マシュマロになってます。マシュマロに似てるという、はい、マシュマロ似てるということで、はい、マシュマロマンなんですか。マシュマロマンじゃないです。マンではない。マンじゃない。でもすごい重要なキャラクターなんですけども、まだまだ教えません。そうなんだ。今日初公開ですかこれ。初公開。いや、これでも結構前に。あ、出てました。うん、いたけど、でもみんなあんま気にしなかった。気にしなかったです。E3 の前から僕ちょろちょろこう出してたんです。出してた。はい。あんまり騒がれなかったですね。ああ。そのあたりプッシュしていきたいですね。そう、押していきたいんですよ、このギャラ。結構可愛いんで、そうなんですよね。はい。はい、皆さん、使ってください、ぜひこれ。はい。はい、じゃあ、注文を。あ、注文ですね。乾杯しましょう。通常メニューは全部。あ、どうしてもいいですよ。とりあえず僕、生。生でいいですか。このオリジナルはすべてアルコールですか。今日はそうですね。ですね。なるほど。ギャビンどうする？トラビスに。あ、トラビスにしますか。ギャビン、トラビス。じゃあ僕はシルビアで。はい。じゃあ僕グラスホッパーで。全員バラバラで。せっかくなんで。で生ですね、津田さんは。あ、そもそも俺 NH NMH3 も頼まないといけない。いやでも別にいいですよ。ラドルプレッシャーっていう。あとで頼みます。後で頼みます。はい。この間はつなぎトークをねしないで、もう配信してますからね。今日配信してますからね。ただあの配信してる皆さんには絶対見せないものを今日会場だけの皆さんに。会場限定コンテンツあり、はい、ありです。ありはい、で絶対言わないでください。あの写真もダメですし、あの何かって気づいても書かないでください。おでも音は一応入るんですよね。音は入ります。まあ、我々感想を言うぐらいはまあ。そうですね。皆さんリアクションしてもらってもいいんですけど、キャラの名前とか言わないでほしいです。それ僕ら結構難しいですね。そうですかね。須田さんも説明難しいと思うんですけど。うん、僕大丈夫です。大丈夫ですか。はい。うかつなこと言えないですよ。これとかあれとかになりますよ。そう、そういうことになります。この女みたいな。はい、女ぐらいはいいんですか。あの一人だけちゃんと名前を教えます。ああ、和田先生。はい。それはまあ、あるキャラクターが登場するので、はい、そうなんです。はい。はい、あ、じゃあこの間に E3 トレーナーちょっと見てもらいましょうか、はいはいはい、ロングバージョンがありますので、まあ、まあネットにも YouTube に上がってますけれども、ね、僕がここで操作しながらやるから事故ないように怖いんですけど、そうですよね、確定申告のファイル開かないと確定申告やばいものがバーンってそうそうそうということで、あの皆さんも見たかもしれませんが、はい、ニュートレーラーが入りますので流したいと思います、はい、あ、ごめん始まっちゃった、大きくさせて、一応ファックヘッドバージョンって言うんですよ、これごめんなさい、これありがとうございます。じゃあ行きます。行きましょう。はい。ファックヘッドバージョンで。そう、ファックヘッドバージョンです。Today, the 4th of July? If not, is the Empire striking back or what? Looks like things are gonna get weird today. Hey, Chief! Some type dude waiting for me up ahead, all yoked and powerful and trying to take over the world or something. But don't you worry,
a hero descends. What? There are no heroes in this world? Oh, but there totally are. My name is Travis Touchdown. I'm the last hero around, here to save the world. I'm also just a passing assassin. Now let's do this. Start the game.Hello? Yes, the tiger has awakened. Red, green, dark, black blood. The cursed blade of light runs wild. Now, the battle begins. Welcome back, Travis, to the Garden of Madness.はい、ありがとうございます。ございます。今乾杯。そうですね。そうか。皆さんあります？お手元にありますね。はい。今何に乾杯？まあ、今の、まあ、トラビスノーマヒローズ3ですよね。ね、はい、はい。メインは。そうですね。メインは間違いなく。じゃあ今の温度をお願いします。僕ですか？はい。本当ですか？うん、お願いします。乾杯までやらされると思わなかった。じゃあ皆さん、ノーマヒローズ3のまあ、まだリリースしないんで、ですよね、なんて言えばいいですか、あの発売、まあ、無事 の, あの開発の完成を、完成を、ね、祈って、祈って、そういうと不安ですね、逆に。いや、誰もバリバリ開発しますから、そうなんです。じゃあ、はい、ノーマヒーローズ3の完成を祈って、はい、乾杯乾杯、いただきます。結構喋ってましたが、あ、ギャミンコ、ごめん。紹介しなかった、ね。そうだ、紹介しなかった。じゃあとりあえずちょっと紹介や、はい、そうだね、今回の英語の通訳について。はい、so hi, my name is Gavin. I'm going to be the interpreter here today, and I'm not going to interpret everything because that would end up taking forever and a day. So I'm going to end up summarizing kind of big chunks and pieces in the important bits. Every once in a while, they'll look at me and go like, "Now," and then I'll go for it. So overall, we have a man who needs no introduction. We have Suda51 over here. We also have Shinya Mai from IGN Japan, and.You just saw a new trailer for, it's very familiar to you, you've probably seen it before, but there's a couple of things that changed. They added a whole lot more blood, and they also added a very nice word about halfway through that you probably picked up. And I think I'll stop there and get back to them. So...はい、大体そんな感じで。ああ、ありがとうございます。まとめながらやりますので。はい、お願いします。じゃあ途中、ギャビン、お願いします。そうですね、なんか、ああみたいな。そう、はい。はい。ということで、あ、ごめんなさい、もう一つ、はい、はい、大事なことを忘れちゃいました。So、はい、one more thing actually. So、we're going to be streaming this, but we're probably not going to be showing most of the stuff that's on the screen. So please, no pictures and no videos. There will be audio though. So there might be pictures of characters that you know and are familiar with, but try not to say it out loud because then everybody will know. まあ写真撮るなっていうこと言ったの？あ、ですよね。みたいなこと、そんなようなことはね、はい、はい。あの、はい、言ってました。いや、一部、あの我々の顔とかは撮ってもいいですけど、大丈夫ですね、はい、一部あの今回紹介する中ではこれは撮らないくださいっていうことがあるので、はい、そこは、申し上げますので。そうですね。はい。You can take pictures of us. That's cool. はい。まあ今回配信もやってるので、配信側にもね、実はそこは見せないように工夫をしてるんで。そうです。はい。残念ながら、ここの人だけなんですね。そうだ、ライブに来てもらった方だけです。なんか、ちょっと音が聞こえなかったって言ってる人がいたんですけど、ほうほうほう、まあ、どうも治ったって言われて。治りました、よかった。ちょっと頑張ってください。あ、本当だ。来ました。スタッフ側で。はい。はい。ってことで、次はもう、行きますか、早速。その限定ネタ。見てもらいましょうか。先にはゲームスコムの話ですか。いやいや、まあでも、ほら、ノーマーについてなんか今井さん、質問がもしあれば。質問か、はい、質問が僕からですか、はい、まあ、メディアとして、まあメディアとして。アイジンジャパンとして。急にインタビューですね。はい、まあ今回、まあ久しぶりのね、まあ久しぶりってもちろんストライクスアゲンがありましたが、はいはい、まあナンバリングは久しぶり。そうなんです。ということで、はい、まず、まあトレーラーしかまだ出してないですよね。まだトレーラーだけですね。設定とか、はい、なんでトラビス戦ってんのかとかは謎なんですけど、はい、謎ですね。まあその辺なんか言えることあったら聞いてみたいんですけど、まず今回変身してました。変身してます、はい。何ですかあれは。あれは、TSA でですね、はいはい、デスドライブっていう、まあ、ゲーム機の力を入手したんですよね。うんうん、あれがすげえパワーなんですよ。あ、ここまでいっちゃうんですか。はい、なるほど。あれはもう地球救うレベルのパワーだと思うんですけど、だいぶいけてると思いますよ、うん、でデスグローブをそのままもうトラビス使えてるんですけども、まあ、そこにナオミ博士とドクタージブナイルの力が、はい、まあ、この2人実は姉妹なんですよ。あ、そうなんですか、はい、
姉妹だったと設定があって、はーって言ってますよ、ね。みんなファン、まあ、初耳だって。そうです、誰にも言ってないし、誰にも言ってないんですけども、うん、スタッフにもたまに言うんですけど、え、そうだったんですかみたいな感じで、いや、そうなんだよっていう話をして、まあ、この2人姉妹で、この2人の力が合わさって、まあ、ああいうフルアーマーとか、うんまあ、ちゃんとした能力。まあでも、まあ、元々の話は流れっちゃ流れですね。流れとしてはあるんですよ。とりあえず作ってくれたみたいな。そうなんです。TSA からの力をちゃんと引き継いでるので、まあ、あの能力が使えてるんです。なるほど。はい。ここら辺でまとめてる方がいいですか。So, he asked if he had any questions before we start the main introduction from Suda-san, and one of them that that Imai-san had was, what's the deal? Why? Who is Travis fighting? Can you tell us why? And why is he transforming? That's crazy. And the overall answer is that the transformation is kind of linked to the death drive, which came from TSA. And now it kind of gives him all these like kind of superpowers that will let him fight all these new enemies in the new game. And there's actually the people who made it, the doctors who made it, are actually sisters, which is apparently new information. まあ、ちょうどね英語喋ってる時って皆さん食べやすいと思います。日本で飲んだらね、くっちゃくちゃ食べてくれれば。そう。夜が乾いてそうな時には僕は喋り出します。そうそう。いい分担です。まああとはその最初の状態でトラビスは結構なんかもうちょっと病人っていうか怪我人のような感じでいるじゃないですか。まああれはそのストライクスアゲンの流れでもうあの状態なんですか。あの後にサンタレスが戻ってきたんですけども、結構視覚に襲われてるんですよ。すでに、はい、狙われてる。でもう戦ってちょっと負傷してる、うんまあ、あるキャラクターにも何回か狙われてるんですよ、ね、なるほど。あのストーカーのように。ストーカーのように、うんはいまあ、そのキャラ後でちょっと見せるんですけど、あ、はい、それは楽しみですね、はい、でそこであの、まあ、変身したと僕が気になったのは、はい、その変身してスーツが逆に戻った状態だと、はい、イズムのトブラビスに戻ってるんですよ。戻ってます、はい、あれは何のどういう仕組みですか。あれはまあちゃんとあんまにそういうほらあのいつも の, いつもの衣装能力みたいな今作ったんですよね。今作ったっていうかそこ特にみんな何も考えなかったです何もご疑問なく普通驚きますよね。本当ですか。髪もセットして、うんちゃんとね、バリバリね。そうグラさんどこにあったんだって話ですからね。あれがむしろねスーパーヒーローも多いけど、はいはい、一番新しいんだって変身すると元のトラビスに戻る。まあほら場所飛んだら大体みんなほら衣装変わるじゃないですか。ジャンプしてあれですかね、あのいわゆる映画のスクリプターさんがミスしちゃったのかな。そうかもしれないです。衣装あれこれ違うのに。そう、まあ、そんな感じですけども。そんな、うん、まああとバカな質問置いといて、はいまあ、今回その、やはりその殺し屋ランキングみたいなものもやっぱりある。うん、おどうでしょう。どうでしょう。じゃあ何と戦うんですか。ねえ今僕ねシナリオを本当書いてる最中でちょうど9割ぐらい終わって、うん、でも市木君から今日、まあ、ディレクターなんですよ、はい、自分から今週本当に上げてくださいみたいなこんなことしてる場合じゃない。本当にあの音声収録も早く台本よこせっつって、うん、あのまあクリスってアメリカの方のいつもやってもらってるディレクターさんが、うん、早くしろと。なるほどアメリカからもう役者にも早く渡さなきゃいけないしみたいな感じで。そうかあの結構ガチ今週ガチの締め切りなんですよもう本当にこんなことやってていい感じじゃない、うん、だから帰ったらちょっと書こうかなと思ってこれ飲んでる場合じゃないですよ。まあそうなんですけど、まあそのぐらいな、まあ、大体概要固まってますし、スタッフ曰く面白いって言ってます。なるほど、うん、明らかにねもうスケールがこれまで以上に上回った敵がいるわけなんですけど、あのまあまあサノスを超えてる感じです、ね、サノスを、はい、さっきもピーって入ったじゃないですか、はいはい、あれサノスって言ってるんですよでもそのディレクターのクリスが本当にこのセリフ言うのとか言って、これ訴えられるからねもし流したら、うん、ディズニー舐めちゃいけないわよ、まあ、あのクリス、まあ、クリスね本当ディズニーの仕事をしてるんですって、あの人たち本当やばいからってすごい怒られましたもん、まあ、どのサノスか分かんないって言い張ればいいけど、まあ、そうなんですけど、まあでもサノスよりもちょっと強いやつと戦うんですよ。でもその最初のトレーラーでそんなでかい敵を出しちゃったら、はいはい、次戦ってくるなんかまあ殺し屋とか、はいはい、敵ってなんか弱く見えちゃうじゃないですか。その辺は大丈夫なんですか。あ、それナンバリング次のこと言ってます。いや、あのこの世界の中での敵のバリエーション大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です大丈夫なシナリオになってます、まあ、これ後から見えるので、はい、みんな納得させられる、はい、られるのかな。なれると思いますよ。はい、じゃあもうそれ以上に悪が強い。そうこれまで以上に悪が強い変な殺し屋とかが来る、はい、来ますなるほど。来ます。おなじみの人もいるかもしれません。なるほど、はい、じゃあ皆さん期待しておいてください。そうですね、はい、そこで通訳が入っちゃって。そうだね、お疲れ様でした。いいタイミング、はい、いいタイミング、はい、OK, so we had like
a number of questions. I'll do my best to sum this up quickly. So the first one was, Travis looked really hurt in the trailer. Why was that? Like, is this something that happened in TSA? Is this continuation? And the answer is that he's, after the events of TSA, Travis has returned to Santa Destroyer, and he's actually already been attacked by a bunch of assassins, including some that you may already have known from previous titles. So we're going to talk a little about that a little bit later, but for now we'll kind of move along. The next question was, like, how does that armor work? It, like, kind of transformed, and that is, you know, just magic. Ignore it. Next is, will there be assassin rankings that will also be revealed at a later time? So, sorry, guys. And then they had a long conversation about, when are you going to finish the script? And, oh, I'm working really hard on it. And unfortunately, everybody's yelling at me, go finish it. So I'm probably going to have to go home tonight and just spend, like, the rest of the night writing, because deadlines are approaching. And then I think the last question was, we had this really big enemy in that trailer, right? And the question was, how do you top that? How do you make something, like, scarier than this enemy? And he said, well, we're going to have all these, like, Thanos-level bad guys. So we're going to have no problem making sure that we're going to top whatever you saw in the trailer. ありがとうございます。なんか今ね、いろいろその YouTube でもコメント来てますけど、まあもちろん新作も楽しみなんですけど、今スイッチがあって、はい、まあ、昔のノームはあの昔のあのやつでやってる人もいるかもしれないですけど、うん、スイッチとかで1と2一緒に出してくれっていう声とかも多いんですけど、こういう可能性は。これもあの先週僕らあのゲームスコム行ってたんですよ。はい、ギャビンともね、先週ずっと一緒だったんですけど、ドイツでね。ドイツでずっと通訳やってもらってて、すごい質問されたよね。すごい。ワンツーくれと。そう、ワンツーの話は、うん。だってみんなは聞いてましたよね。みんなほぼ全メディア聞きましたかね。全メディア。うん、ほぼ全メディア聞いてきたんですけども、マーベラスと相談してるっていうふうには一応回答しておきました。はい、なるほど、はい。じゃあ可能性はあるかもしれないですね。うん、あるかもしれません。うん、まあ、ないかもしれません。やっぱりそのスイッチ信じるか信じないかはまあ、まあ、いや信じますよ、それは信じますかね、信じますよ。いや、なるべく実現に向けて動きたいなと。ファンの人は信じないとおかしいでしょ。おかしいですよね。そっかそっか。まあ実現に向けてあのそう努力して動いてます、はい、ますんで、はい、ぜひとも頑張ってください。そうですね、そうです。まあ、あのスイッチで欲しいっていうのは多分そのまあコンパクトで持てるってことと、はいはい、ジョイコン使えばそうそうね、あのいつもの Wii 時代と同じように遊べる、ね、遊べるって可能性よね。で難しいのがあのベタ移植がいいのか、うん、ちょっとまあリメイクというかリマスターにすべきなのか、はいはいはい、いや HD とか、まあ、その落としどころが難しくて、ね、はいはい、それが悩みますよ ね、 そうですね。どういう出し方すればこうワンツー一番いいのかなと。ちょっと聞いてみたらいいですか。あ、聞きましょうか、うん、どんなのがいいですか。ベタがいい人。ベタでも全然買う。ベタでも買う人。ベタで多分安いんですよ。ああそうか、値段も下がる、はい、じゃあちょっともうじゃあ完全リメイク、リメイク、完全リメイク、フルプライス、フルプライスです。ちょっと減りました。減りましたね。どんなの来るか分かんないから、分かんないですよね。じゃあ HD にしましたみたいな、 HD リマスター。あー、なるほどね。まあ、コーストも意外とベタでも、ベタでいいんでしょうね。まあ、ここにいる人、あのお客さんはむしろ、オリジナルが欲しいっていう意見が多いのか、ね、あるかもしれません、うん、あと若いゲーマーはね安い方がまあ、嬉しいやつ、海外もそうですし、はい、うん、ただやっぱりその新規のお客さんはもしかして リマスターとかなんか新しいコンテンツが入ってる方が、うん、あの興味持つかもしれないですね。そうですよね。両方やろうかな。両方すね。大変ですね。大変ですけどね。じゃあまあまあ、そう、そう訳して、はい、よろしくね。So the next question was, since we're having new games in the No More Heroes series, excuse me, coming out on the Switch, so is there any chance of one and two coming out, being released for the Switch? And we actually, both Suda and I were in Gamescom. Basically everybody like would ask us this, all the press, like, is it going to come? And the answer is maybe. We're currently in deliberations with the Marvelous about what to do with it. And so we're trying our best. So just hang on and, you know, hold that belief in your heart and, you know, maybe. But the question in his mind is, should I make a full-on port, like just port the game, or should I remaster it? Should I make an HD? And we just did a little poll of the audience, and it seemed that everybody is raising their hands for the straight port, so he's going to make them both. まあ、ということで、まあ、これからノーモア3はもちろん続報が何かのタイミングでは出てくるんですか？そうですね。なんか、
なんか、うん、年末ぐらいか年明けぐらいかなと思ってます、うん、直前では東京ゲームショーっていうのが日本ではありますか、はい、あ、そうですね、来週再来週ですか、再来週、もう再来週ですか、なりますね、もう、はい、早くて僕もちょっと鬱なんですけど、はい、まあ、あの地獄がやってくる、そう、地獄やってくるんですけど、はい、まあ、そちらでは特に予定は何もないです、はい、先にとくと何もないです、何もない、はい、じゃあどのあたりで期待しておけばいいですか、今年年末ぐらいですか、年末年明けぐらいを今、そうですね、新しい何かニュース、まあ、あと今日は新しいニュース、まあ、皆さんだけには見せますけども、はいはい、まあ、これは TGS の代わりって言ったらなんですけど、はい、なんですけど、そうですね、はい、という形で、そういう形ですね、はい、それまではしばらくはそうですね、特に何もなくという感じかもしれません、はい、まあ、今ちょっと新しいトレーラーをもう用意しているので、それを今どこ出そうかなっていう、これがまたえぐいトレーラーなんですけども、えぐい、はい、今日は見せません、まだ、はい、どっち方向にエグいのか気になりますね、そうですよね、確かに確かに、はい、じゃあそろそろ、はい、そうそろ今日見せるやつを行きましょうか、行った方がいいんじゃないですか、はいはい、撮影 NG ですよ、はい、ここから、はい、はい、これ今画面止まってていいんですか、画面はこれはね今止めてます、あ、止めてるんですか、あ、あ、そういうこと、あの、あ、ごめん、これ音出ちゃうんです、音出ちゃうから、はい、あの、さっきトレーラーかけた、了解しました、ということで、はい、行きたいと思いますが、はい、会場の皆さんだけにだけにもうなってます、これちょっと文字見えちゃう、文字ファイル名変えとけば、はい、これ隠しても意味ないですよ、俺が見えないからあげみたいな、こうしたもんですよ、いや、それも意味ないです、関係ないか、ということで順番に行きますよ、そうですね、はい、順番に、じゃあここからは撮影 NG ってことで、あの、そちらのカメラさんもすみません、だから見ただけは書いてみて、具体的にも一切書いてないです、はい、キャラこんな感じ、カメラ今どっちなんですか、こう近くになってますかね、近くになってると思います、そのに寄ってるはず、こっちはもう映ってない、はい、大丈夫だと思います、大丈夫ですね、はい、じゃあ行きますよ、はい、ちょっと行く前には次は、okay、 よろしくね、はい、そうそうね、説明しておこう、 So、a couple really quick things and we're going to get to this、So he asked about announcements, when is the next announcement forabout No More Heroes 3 when we're getting more information、 and he said probably the end of the year we're not going to really have anything for EGS and then、we're going to move on to showing you all the kind of cool things that's special just for all of you guys here but、we wanted to make clear that everything that's going to show up on the screen is、no pictures and no videos andtry not to なんか名前はツイートとかそういう SNS はダメですよね。ダメだね。ですよね。ですよね。結構厳しいですよね。そうそうそう。So and then any information you hear, please also do not tweet it or like like type oh my god that character is coming back or something like that. So just avoid that. OK ですか。じゃあ早速いきたいと思います。まず一人目というか僕も見てないですけど。はいはい。いきます。あ、お聞きします。これはもうね。これはもうこれ名前は先に言っとくともう書いてあるんですけども会場の皆さんはね、うん、これキミですキミハウエルというあそれは言っても大丈夫いいんですよこれだけは名前は言いますはいキミがまあ復活すると言いますかもともとノーマルヒローズ2で死んでないんですよこんなんじゃなかったですよね違いますねこれじゃないよ笛吹く少女だったんですけども、はい、ちょっと彼女もやっぱり学校を卒業してからだいぶ変わったというかだいぶいろんな道を進んだ結果がここに現れている、ね人生が現れていると思うんですけども、はいまあ、彼女今こういう感じになって、まあ、まさにさっきも言ったトラビスのストーカーとなってトラビスをずっと付け狙ってる資格としてそうなんですみんな気がついてたかもしれないけどかもしれませんけども、はいまあ、彼女ニューデザインになりましたこんな感じなんですもんこれはベオネッタをデザインした島崎さんにデザインしていただきましたはい、いやでもこれね絵的に見るとすごいおしゃれな感じになります、ねはい、そうなんですよおしゃれになってます、まあ、コンセプトだけなんですけども、まあ、フィニッシュもまた今お願いしているので多分来年とか新キャラクター一斉にどっかで見せますので、はい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 、その時にはこれはもうちゃんと 3D モデルになってモデルというか皆さんにイラスト描いてもらいますイラストも描いてもらってわかりました、はいね、こんなキャラがこれ細かいところが逆に見れるのは貴重ですいやだと思います会場の皆さんだけなんで、はい、そうなんですこれは読んだらまずいんですか、はい読んだいいですよいいですちょっといいですよ、はい、やっぱりリア充デビューしたってのが面白いですねそうですリア充デビューしましたリア充デビューしたけど、はい、ちょっと痛い感じでそうそうですねはいここがやっぱりすごく、ね、そうなんですよ君ハウエルの将来というか、はい、とこで一番面白いところですねでちゃんとビーム刀 彼女専用のビーム刀を持ってるんですね、はいはいはい、これも専用だけどちょっとなんか、はい、魔法少女のアイテム見たくなってますよねそうそうまさにそうですねこれで戦うんですよねそうなんですよちょっと見たいような怖いようなはいこのねボスファイトもすごいねシナリオめちゃくちゃ面白いですよ。期待したい。自分で言ってどうするんだって話ですよ。これはねいいのが書けました。はい。はい、じゃあ次行きます。はい、あちょっと、はい、ごめんなさい。おっと。はいはい。英語ありますよね。あるね。ごめん英語ね。So to talk about the character who we just showed, we can say the name. This one is Kimi Howell, which
was a character in 2, and she kind of graduated from school and kind of changed through, went through a lot of changes in her life, and now looks way different. So he mentioned before, she's kind of like a stalker to Travis at this point, and you know, it's kind of a very interesting character. Overall, the design of this was done by Shimazaki-san of Bayonetta, and she's very fashionable. She has like this really interesting look to her. But she's also got her own unique beam katana, which makes her kind of look like a magical girl. And Suda-san says the boss fight is awesome. はい、はい、ありがとう、はい、まあ、このパートが多分聞いてる英語の方にはすごい重要な情報だと思いますよね。そうですよね、はい、じゃあ次行きたいと思います、はい、でこれはもう皆さん見てもらえば分かると思うんですけど、ね、言わないでくださいね、はい、まあ、まあこいつはやつはまた登場するんですけど、まあ、いかつい、うん、はい、これ細かいところがあのなんかリファレンスがあるのが面白いですね。そうですね、これいろいろ、はい、細かく設定もちゃんとしてもらって、このデザインはですね、前作から TSA からかな、タイのバンコクにあるハイブさんという、ところにコンセプトアートをお願いしていて。なるほど。そのデザイン専門の会社さん、会社です。コンセプトアートだったらキャラデザとかそうなんですけど、はいはいはい、彼らがめちゃくちゃ腕良くて、特にスカンさんというデザイナーさんが、はい、もうマーベルとかのカバーアートとかもやってるぐらいなので、もうそのぐらい、アメリカでもバリバリ活躍している方なんで、がいるんですけども、まあ、そこが結構今回大量のデザインを やってもらってますね。これ須田さんのコンセプトとしてはどういったところがあるんですか。これはですね、説明難しいな、言葉で言うともうバレそうな気がするんですけど、まあ、言葉選んで、ちょっと、たくさんたくさんいるタイプです。ああ、なるほど。量産型みたいな。量産型みたいな、それ言っちゃったな。まあ、量産型ですね。量産型です。はい。はい、すみません。で次もちょっとめくってもらえると。はい。まあ、大丈夫、じゃあまとめて、はい、あ、これこうちょっとね、こういうことね、こういうことね、こういうことね、そうなんです、こういうことです、なるほど、はい、それが今生きてきました、ね、そうなんです、まさに生きてきました、これちょっとね、ある条件揃うとこんな感じになるんです、条件、はい、条件、条件揃うとこのデザインにこうね、なるほど、なります、はい、で今さ、もう一枚めくってもらっていいですか、もう一枚、あら、はい、これが最終形態これはちょっと見たことあるな、ねえ、ありますね、ありますね、嫌いじゃないですけど、ですよね、はい、うん、皆さん名前見たら分かる通りなんか FINAL って書いてありますね、まあそういう形態、なるほど、はい、最終形態です、最終形態、もう一応言っちゃいましたけどそうですね、はい、でもこれはアクションしがいがある感じですね、だと思いますよ、うん、これだっていろんなことできますもんね、そうこれ、うん、言うとそこバレちゃうからやめとこう、そうなんですよ、まあまあ戦闘中にもいろいろ重要な、うん、でこのお腹のあたりとか重要な、はい、重要なところになってますね、はい、じゃあこの辺でちょっとやりまして、じゃああれとかこれとかしか言ってないかもしれない代名詞が多すぎるすごい通訳しにくいじゃん、そうですよ、わかりますよね、So for the next character we can't say his name, but for everybody here it sounds like they all recognize him, so next time you try to show up So we have concept art for this one, and this one actuallythe person who created this concept art, or the company that created this concept art, has been working with Grasshopper since TSA. There's this company called Hive in Bangkok, and they are a kind of specialist in making concept art and character design. And he wanted to point out that, or he wanted to say that, especially one of the people that they have helping with this project is name is Scan, and he does like Marvel covers. He's that good. And overall, you know, they helped with the design for this character, of which we showed 3 pictures kind of different versions of some sort. And we asked, apparently they are mass produced, and if you fulfill certain conditions, you get to like unlock different versions of them, but we can't really give you lots of details just yet. And the very last one, everybody was kind of like going, whoa, because it looks like a final version, and there's something around the stomach that might have some really cool aspects in battle. はい、じゃあ、この感じで。はい。はい、ということで次行きますか。次行っちゃいましょう。まだありますよね。まだありますよね。はい、結構あるんですよ。来ました。これで、ね、新キャラです。そうですね。はい、新キャラです。もう名前書いちゃってありますけど、はい、新キャラなんですよ。名前は言えないけど新キャラってことで。新キャラですね。これはざっくり言うとコンセプトとしては、まあベルトを見てもらうと分かると思うんですけど、はい、三冠チャンプですね。はい、もう分かりやすすぎですね。もう三冠王者です。はい。もう彼もかなり重要なキャラクターとして登場しますんで、僕はすごくなんとかっぽいって言いたいんですけどね、 顔だけ見て、ね、顔だけ見るとそうですよね、はい、なんとかっぽいって言わない、ね、そうなんか他の既存キャラとの絡みとかはないですか、
やつですか。はい、既存キャラと、まあまあ、やっぱトラビスぐらいですかね。トラビスと、もう直接というか。これやっぱり、はい、攻撃技はあれ系ですよね。あれ系、あれ系です。あれ系です、あれ系です。でもね、そのベルトにまた力がいろいろあるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なるほど。飾りだけじゃない。じゃないですね、はい。ベルトに力も宿してるので、そう、あんまり言えないんですけど、そうそう、このキャラもいいキャラですよ。うん、はい。はい。言えないけど、まあまあ、ね、こんなキャラ出ます。はい、覚えておいてください、ぜひ、はいはい。はい。はい、お願いします。So yeah, the next character is one that we can't say the name of or really give you very many descriptions. Actually, most of what we said here was just that, yeah, that and this, check it out. Overall, the general concept is you can kind of see from it, he did say this, that he has a kind of wrestling champion, a triple belt, a triple champion. And he does have some relationship to Travis. And the belts that he has, the wrestling belts, are not just for show. They have some sort of deep-seated power nestled within them. はい。ね、次、結構ね、今さ、ネタバレになるんですよ。あ、どういう意味よ？どういうネタバレ？いや、もう多分名前書いてあると思うんですよ。あ、そうですね。それ言っちゃダメなんですか？いや、いいっていうか、皆さんネタバレになっちゃうから、やめときましょうか。過去作の？やめといた方がいいです。音絡みがある的な名前見ると。どうでしょう。名前書いてあったっけな。ちょっと一回画像見れます？いや、ここで見た。あ、みたいな。出ちゃいますか？どうしましょうか？まあまあ、でもね、せっかくなんで。あ、分かった。でも今日ってコタクが誰か入ってるんじゃないかな。コタクが。コタクだとリクシーが。日本まで来て。大丈夫ですか、コタク。コタクいないですよね。大丈夫です。はい、行きますよ。じゃあ行きましょうか。行きますよ、せーの。はい。お、いや、名前書いてないわ。よかったよかった。はい。名前書いてないわ。はい。ただこれ、実は、結構有名な方に、キャラデザお願いしたんですよ。分かる人はね、多分分かっちゃうと思います。そのキャラデザの人が。そうです、はい。どなたなのか。なんか確かにちょっと見覚えあるし、これまでと全然違うテイストですね。ですね、そうですね。わかる人いますか？あ、おー、あ、結構ね。そう、その方が実は今回参加していただいて、多分ゲーム初参加だと思うんですけども、この方にキャラを描いていただいてますね。これは、なんかちょっと説、これはどういう立場で出るんですか？ですね、トラピスの友達なんですよ。友達として出てきますね。はい、仲間というか仲間、はい、で彼の彼女がいるんですけど、それが次のページなんですよ。言っていいですか？言っていいです。おお、派手です。はい、はい、なるほど。そうですね、このキャラが出てきます。コメントしにくいですね。しにくいですよね。はい、でもこの絵は結構ね、いろ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 、そうですね、はい、いろいろあります。はい、ねえ、皆さんポカーンだと思うんですけど、まあ、こういうキャラがね、登場します。これで最後ですか？もう一、まあ、もう一枚、別バージョンがありますけども。あ、そうです。あ、まあ、こんな感じですね。はい、こんな感じ。なんか通常みたいな感じ。そうそうですね。はい。はい、はい。という感じで。まあ、じゃあ、ざっくりとこのキャラクターの、キャラクター、はい、まあ、カップル。カップルですね。カップルの、なんていうか、コンセプトっていうか、どういう立ち位置っていうのは。まあ、設定もめちゃくちゃもう明快にあるんですけども、うん、まだ言わない方がいいと思うんですよ。なるほど。どうしようかな。その、なんて言えばいいのかな。友達っていうと、はい、NPC 的な扱いというとですか？ NPC だし、ちょっとまあ、うん、なんか使えます。なんか使えます。プレイヤー的、うん、プレイヤーがちょっと使える可能性もあるみたいな。はい。一応ね、彼はね、これ戻ります。はい。彼はね、TSA に登場してるんですよ、実は。はい。TSA やったことある人はひょっとしたら彼なんじゃないかなっていう立場が分かる、分かるかもしれませんね。2人とも、はい、すごくなんていうか、どっちかというとリアルな格好をしてるんで。そうですね、はい。一応まあ下北ファッションというのが、下北ファッション、はい、テーマは下北沢です。下北沢です。テーマは下北沢、はい、外国にいる方どれぐらい伝わるのか。意外とちょっと悪いと思うんですよ。本当？意外と。あ、そう、下北有名？ある程度。ある程度ね、そうか、そうか。日本が好きな人だったね。そうだよ。はい、一回くしてください。はい、お願いします。So the next character is actually has kind of like a slightly more look realistic design, and this person was designed by a very famous person who, this is actually the first time he or she, actually I don't know, is designing a character for a game. And this character is actually going to be one of Travis's friends, not in kind of an NPC sense, but in some way they will be able, you will be able to kind of use them. We are not very clear on exactly what that is.
And this character is actually a boy, but he kind of comes with a pair. He has a couple, a girl as well, and they kind of both come in. And we kind of, it's kind of hard to describe exactly what they look like, so I'll just skip over that. But one thing that's kind of interesting is that both of them, or sorry, the guy was actually in TSA. So you might be able to, if you're very familiar with TSA, you might be able to like, ah, that guy, probably. Oh, and then lastly, they're both dressed in Shimokitazawa fashion, which is like an area of Tokyo, which I guess people in the know might know, but maybe if you don't know, or look it up, it's good. ありがとうございます。じゃあこれでラストになりますか?ラストになりますね、はい。 これ以上になりますね。はい、はい、はい。ということで、いろいろと新発表がありましたが、まあ、やっぱキャラターの部分は今のところトラビスしか見えてないんで、まあ、やっぱ一番みんな気になると思うんですよ。そうですね。まあ、やはりね、これまでもね、変なやつらがいっぱい出てきたんで。出てきました、出てきました。まあ、それを上回る、やっぱ、 悪の強いやつが出てくるという感じと、まあ、最後に出た、まあ、これまでのちょっと、ノーモアとは違った雰匂いとしては、はい、なるほど、なるほど。まあ、そこはそのストーリー上もすごい重要な立ち位置。まあ、キャラ的にはそうですね。そう、まあ、メイン級のキャラを今日皆さんに見てもらったので、はい、ザコ系じゃなくて、ザコ系じゃなくて、はい、バリバリメイン級ですね。で、ストーリーにもがっつり絡んでくるキャラになります。はい、はい。 まあ、そんなところでどうなんですかね。これ本当に会場にいない人たちが何を考えてるのか全然つかめない。つかめないと思うんですよね。そうなんですよ。はい。まあ、想像して書いてくださいみたいな。そう、まあ、君だけはね、とにかく登場するっていうことは、はっきり分かったんですね。言えたと思うんですけど。でも、みんなが想像、ここの人たち想像してる君じゃないかった。じゃないと思うんですよ。そこは、見たら驚きますね。あの、後が出たの楽しみにしておいてもらえると。なるほど。はい。すごい後が出ると思うんで。はい。はい。 じゃあ、次はこんなところですか。ノーモアで、あとは何か話しておきたいことは3に関しては。3に関してはもうね、もうバリバリ開発してますんで、50%に近づいてる感じですかね。はい。50%に近づいてる感じです。すごい微妙な表現をしてます。半分とは言い切れないですね。半分に向かってね。やってますね。開発します。はい。 Yeah, I guess probably the people who are just listening, watching, there is not really that much you can really grab from just these descriptions without the pictures. But I guess the one thing that we, you know, can say is that Kimmy will be back, but she's probably not the Kimmy that you think she will be. And then lastly, we asked about just how all we are in terms of production. We're about 50% done-ish with the game, so not quite 50%. It's a little bit up in the air. And yeah, hi. Hi. はい。ってことで、次は、先ほどの話ちょっと出ましたけど、ゲームズコムに行ってきたっていう。そうですね。で、ゲームズコムは、ドイツのケルンで開かれる、ヨーロッパ最大のゲームショーなんですけど。今田さんも行ったんでしょ?僕は残念ながら行ってませんでした。IGNジャパンとしては行ってますが。で、ダニポンは行ったの?ダニポンはですね。ダニポンはね、こっち居残りです。あ、ダニポン居残りなんだ。編集長居残りなんだって。そこの野口という方は行ってるんですけど。あ、そうなんですか。 なんか来てくればよかったですか。いや、いろいろ忙しかった。まあ、それはそうでしょうね。申し訳ないですね。で、まあ、その時の写真があるんで、ちょっとお見せして。そうですね。これは基本的には取材ですか。取材ですね。なんだこの写真。いや、面白い写真。すげえ気が抜けてるじゃないですか。これは、現地のメディアに。メディアの、マーベラさんがブース作っていただいて、のかでビジネスエリアなんですね。まあ、そこの狭いこと。 ところでずっと、まあ、3日間インタビューがっつりやってきましたね。この時の T シャツを今日のデザインにそうですね。前回のイベントでこちらだったロフト9でやった時のイベントで売った T シャツそのものですね。これです、これです、これですね。これも、これなんか、ストリームに呼ばれたんだっけ。ストリームに呼ばれた。なるほど。だよね。ストリームに呼ばれたやつだよね、これ。ですよね。 そうそうそう。ドイツのですよね。ちょうどソニーのブースの目の前ぐらいですかね。はい。なるほど。すごいんですよ。なんかドイツって。あのね、どこでもビールを飲めるんですよ。ああ、あの、水道の蛇口ひねるとき。まさにそうなの。ポンジュースみたいな、愛媛のポンジュースみたいな感じで、本当に。だって、ここの横に、ギャビンが座ってるとこの、こっちがに冷蔵庫あるんですよ。ああ、なるほど。だからそこにビール入ってるんですよ、全部。はいはい。メディアのブースみたいなのなんですか。さすがドイツ。そう。
でしかもゲーム、このゲームズコムのケルンの会場の中で普通に飲んでいいんですよ、みんな飲みながら仕事してる感じ。アメリカとか日本ってやっぱダメじゃないですか、そうですね、仕事ですからね。そうそう、夜はねいいんですよ。 こいつは昼間からヨーロッパからね、ヨーロッパは取材する方もされる方も、そう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 、ビール多分水ぐらいの感じなのかなってチェイサーなんですよね多分ね、はい、じゃあ次いって、はい、これちょっとちっちゃいですけど、ちっちゃいですね、ギャビンさんと、ギャビンがいい、僕もいましたね、はい、どなたですか真ん中の、ちょっと覚えてないすまんちょっと覚えてないですあこのやっぱりその部屋の方はこういうあのアートがあのいろいろ、これ部屋の前です、ね、前ですか、はい、パネルみたいなんですよ、でっかいの作ってもらいました、はい、マブラさん、はい、これもまた、はい、取材ですかね、彼ドイツだっけな、違ったっけ、ロイ64のなんか違うの、 64大好きだった人でした、64って64ってことですか、64、はい、64大好きな人、なんか僕のキャラを出してくれって言ってたな、こういう確かに言ってました、ヒゲのキャラを出してくれって言ってた言ってました、なんかやっぱりその海外のメディアだと、はい、まあ、須田さんは海外でも有名ですけど、はい、やっぱ須田さんのイメージってある程度やっぱ出来上がってるんですか、もうなんか出来上がってますね、出来上がってますか、なんかじゃあ、まあそれ結構求められる、求められますねそれはあります、正直なんかそれもう面倒くさくなったりすることもあります、大事です、もう心ハート、心ハート強くして、なるほど、鉄のハートでね、うん、もうやってますから大丈夫です。あの彼とかは確かストリーマーですね。あ、ストリーマーね。ユーチューバーというかストリーマーだった気がします。最近はそういう方すごい取材来ますもん、ね。あの3日目は全部あのそういう人たちを揃えて、通常の、まあ、メディア媒体とは別の人たちですかね。はい。いやでもすごいですよ。もうだから200万人とか300万人とか平気でいるんですよ。そうか、もうフォロワーというんですか。なるほどなるほど。まあユーチューバーとかですごい有名な方。そうで、そやっぱその国のっていう感じで。うん、で今回の目的はやっぱりそのドイツだけじゃなくて、ヨーロッパ全域のメディアを呼んでほしくて、はいはい、フランス以外ですかね。フランス以外はほとんど来てくれた感じですかね。うん、まあ UK もそうだし、イタリアいたね。イタリア、イタリアもいましたね、スペイン、北欧もいたし、スイス。スイスもいましたね。スイスいたね。東ヨーロッパの方々もポーランド、ポーランドいた、ポーランドメディアもいた、あとチェコ、チェコもいたね、そういうちょっとあの小さい国も拾っていったんですよ、はい、なるほどなるほど、なかなかそういったところって、まあ、もちろんあの大きなメディアの情報が流れるんですけども、直にその、ね、取材をする、そうすることってなかなかないので、そこをちゃんと各国別に、じゃあこれまであまりリーチしなかったところにも、そうですよ、マーベラさんがしっかりそこを押さえてくれて、なるほど、今回やってきましたね、はい、はい、これはまあこれそう、まあ、あのこれ、インスタ用ですね。これ左側のはインスタ用です、あのこれ用に作ったポスターですか。そうですね、ポスターですね。これ今度 T シャツ作りますんで。おー、ああなるほど、このデザインで、はい、はい、このデザインで作ります。ちょっとアキラっぽいですよね、うん、あれちょっとどころじゃないですよやべえちょっと ああ無意識だった、無意識だ、2020年に合わせて、ね、そっかそういう、あやっぱ似ちゃうんですよ2020年だと、あーやばいな、アキライヤーか、まあ、アキライヤー、あーこれ大友さんにちょっと謝んないといけないちょっと似ちゃいましたね、たまたまね、そうたまたま、はい、まあでも T シャツ作ろうかなと思ってます、かっこいいですね、かっこいいですよね、はい、かっこいいですね、このバイクもね、あの前と違ったデザインの、ね、TSN の時のバイクです、 TSN の時のバイクですか、はい、そのバイク乗ったりします、今回のあの、うん、ああ曖昧な答えでした、ね、ちょっと不意打ちで質問したから疲れました、ね、あデザインも新しくまたしますから、はい、TSA のデザインじゃなくてニューデザイン、ニューデザインで、はい、これがね今週発売の、ロンドンのゲーム雑誌があるんですよ、はい、ワイヤーフレームでしたっけね、熊谷さんね、これちょっと今仮眠中なんでワイヤーフレームって雑誌があって、はい、そこの表紙で、あ、そうなんですか、あの、これじゃなくて新しい、あ、デザインで、はいはい、それ見たいですね、あ、デムさん、あ、あと皆さん見せましょうか、まあいいや、あ、うん、見せましょう、まあね、バイクのね挙動とかね、また気になりますよね、そう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 、懐かしい感じします、ね、懐かしい感じします、まあそアンリアルエンジンしっかり押さえてあるんで、なるほど、はい、わかりました、アンリアル任せてね、アンリアル任せ物理挙動はアンリアル、そうそう、物理挙動ありますからね、はい、はい、あ、これがあのマーベラスさんのブースの入り口ですね、かっこいいですね、はい、かっこいいです、そうそうそう、目立ちますけども、まあただお客さん、一般のお客さんは来れない、見れないですよね、見れないですね、ビジネスブースなので、でもなんかちょっとフォトスポットみたいに皆さんは写真撮ってらっしゃいました、うん、なんかたまに撮ってくれとか、はい、言われて写真撮ったりとかもありましたけども、隣のこっちのブースがちょっと IT 系のおしゃれなブースだったんですよ、この左側が、はい、そこのなんか背のでかい身長190センチぐらいある男の子がもじもじして、最終日に
写真撮ってくれて、じゃあたまたまファンだったみたいな、実はかなりガチのファンでずっとシャイで言えなかったらしくて最後にもうここで諦めたら終わりだと、そうそう、であのスタッフの人たち促されて今しかない今しかないみたいな、可愛いですね、可愛いです、すごい可愛いですよ、すんげえでかいんですよ、190cm 超えで、そう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 、面白いですというのがありました。これで終わりかな、あ、最後もこれもま、ね、まあ、そうですね、お部屋の模様でございます。ちょっとなんかレコードジャケットっぽいデザインになってます、うん、あ、そう、これね、バズコックスの、あ、バズコックス、そう、バズコックス風です、はい、ロゴとか、はい、スペシャルコンプリートエディションかな、はい、じゃあ、はい、こんなところだ。で、IGN ジャパンのね、ちょっと、あ、皆さんだからゲームズコム、ゲームズコムどんなところって話ですね、はい、急に言われて準備してなかったですよ。あ、しなかったでしたっけ、はい、さっきすぐ出せますけど、出せますよね、せっかくなんでやります。ゲームズコムってとにかくね人が多いんですよ、まあ、ヨーロッパ中だけやってる、ね、うん、あの GDS も人が多いんですけども、ちょっとね尋常じゃないぐらい、もうね、あのビジネスエリアからいわゆるビジターエリアがあるんですけども、はい、歩きたくないんですよもう人がいすぎちゃって、まあ人も多いしでかい、うん、そう、あの会場もめちゃくちゃでかくて、ちょっとダンジョンっぽいんですよね。もうダンジョンなんだ。ゲーム迷って。ね、中野さんね。迷いますよね、あそこね。そう、すごい迷うんですけども。まあ、ちょっと見てもらいましょうか。時間大丈夫ですか、まだ。まだまだ、押しても大丈夫です。はい。じゃあ、遅い時間だ。今までの話はざっくり。うん、じゃあ、今しゃべっちゃう。So, while they're showing this, I'm going to do a quick summary of a couple of things. Hey, welcome everyone at the meet. This is Tony. I'm talking to you live from the game. あ、どうぞどうぞ。Okay, so we were just mostly talking about our trip to Gamescom recently, where Marvelous kind of set up a booth for No More Heroes, and we were basically Suda-san was there the entire time, just doing interviews and meeting with press and influencers and streamers and so on. And we were talking about how it was really interesting this time, one, because Gamescom was so huge, and two, because besides just kind of mainstream, you know, like the media, there's all these new YouTubers and streamers and so on who have really interesting reaches like that lots of large media outlets don't really have. So we were able to meet with a lot of them this time and kind of get the word out to a lot of new potential people. Another couple things was that we were talking a little bit about the bike poster that they had. I'm not sure if you could have seen the screen that we just had up, but there is this kind of image of Travis on walking towards a bike that's very reminiscent of Acura. Totally a coincidence, by the way. And that's going to be in London. There's a magazine called Wireframe, and it's going to be the cover of that next week. So definitely look out for it. And I think that's probably just a general summary of everything. はい、じゃあ戻します。はい。I think it's a very good game. Mystical Ninja starring Goemon. It's a favorite game. Very nice game and yeah. I only play League of Legends. Really? Yeah. Because I hate my life. I want to talk about my favorite game ever since I was a child that I played it, and it's called Blood Rain 2. It's about this vampire chick that it was so rare to have a female character back then because they were all males, and she was the first one that I ever played, and she's like badass and amazing, and I wish that they would do a remake of that game like they did with Tomb Raider, and that would be so awesome. Yeah, my favorite game franchise is Assassin's Creed, because I grew up with it and I love the second part. It got worse as it continued, but I still like to play Assassin's Creed very much. I like Metal Gear Solid, of course, and I can't wait for the new game from Hideo Kojima, Death Stranding. Okay, my friends, welcome to Gamescom 2019. I'm a little bit drunk, but I have to say, FIFA 20 is my favorite game because it makes fun. And that's all what I have to say. My favorite game of all time is Pokemon because I think you'll never grow too old for it. So my favorite game is definitely The Witcher 3 because the world is really immersive. It has a great story, great gameplay, awesome characters, and that's why it's my favorite game. My favorite Japanese game is Mario because when I was a kid we also used to play that a lot, and even today we were looking if we can play it anywhere around here so we can like have fun and have a huge throwback. Even though it is still really popular, it's a really bonding game for everyone and family and friends, and yeah. So I hope you enjoyed the video. See you next year. はい、ってことで、あ、こういう感じなんですね。まあ、
これはあの一般のお客さんのインタビューですけど、はいはいはい、やっぱりなんか雰囲気が違いますね、少し日本のイベントと。うん、なんか違いますね。あとここに出てる人は多分そうなんですけど、結構出たがりさん普通にいるっていう、はい、ああゴロゴロいるんですね。日本でこういうインタビューしてもむしろ断られたり言ってもちょっと恥ずかしそうに言うんですけど、うん、はいはい、なんかもうノリノリでね、まあ西洋はそうですね、全然気にしないですね。まあ、逆にやりやすいといえばやりやすいんですけど、うん、ですね、そうですね。まあ、今回はあの一般のお客さんと直接絡むことはなかった、はい、ほぼなかったですね、うん、そのショーフロアの中歩いたりはしました？いや、そのあのストリーム1回行った時だけですね。その時に会場を見て、だから他のブースも一切見れなかった感じですかね、うん、なるほど。逆に出ると帰ってこれなくなるんでまあそのぐらい本当に広い会場なんで、まあ、はい、今回はかなり忙しかったです。そうですね、本当プロモーションと、あとはまあ、ゲームズコムの前日に2日間やってるんですけども、デブコムというのにちょっと行ってきて。それはどういった？今回はあの僕学校の先生としてもちょっとデブコムに参加して、はいはいはい、日本のバンタンのゲーム学科と、あとイタリアのローマにビガムスというあの大学があるゲームアカデミーがあるんですけども、そこを両方とも5年前と8年前ぐらいかな、バンタンは8年前ぐらいからやらせてもらってて、ビガムスは5年前ぐらいから、まあ教えるのをちょっとやってるんですけども、うん、実はその2つの学校が、提携してですね、うん、日本の学生とローマの学生共同でゲームを作りましょうというプロジェクトを立ち上げて、コラボレーションですね。そうですね、今年から立ち上げたんですけども、はい、はい、それのお披露目の場が今回のゲームズコムの前身の、そうですね、デブコム、デブコムで発表してきました。はい、はい、こちら資料は、まあ、ちょこっとだけ、そうですね、ちょこっとだけ見てもらえると、はい、ザザザッと見てもらえると。これはなんというか、はい、その学生がゲームを企画して、でお互いに意見交換して一緒に作ろうみたいな。そうですね、もう企画審査から僕入って、はい、企画選びから、まあ、どんなゲームのジャンルにするのかっていうのも全部、なるほど、一応まあ先生として、はい、学生の企画を見て、見て、そうです、評価してっていうのを、はい、増田さんは、はい、でインフィニットプロジェクト、インフィニットプロジェクトですね、まあ、僕らはどうでもいいんですけども、はい、これは向こうのイタリアの、そう、イタリアのマルコという、はい、まあ、学校が校長先生ですかね、うん、はい、マルコ昔から知り合いなんですけど、彼もそのゲーム開発者なんですか？いや、マルコはね、何者かな、多分お金持ちなんじゃないですか。多分やっぱりイタリアはメディチ家とかが芸術を支援するみたいな感じで、いや、あるのかもしれません。お金持ちが、うん、そのプライベートに芸術を支援する、そう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 、ゲームを支援する、多分お金持ちなんですけど、まあ、こう読めば多分書いてあるんですよね。そうですね、でもね、あんまりご飯をおごってくれないっていう、はい、感じです、マルコはね、はい、でこれはバンタンの方バンタンの学長の石川さんですね、はい、石川学長も今回参加されて、はい、まあ、バンタンいろんな学科あるんですけども、ゲームだけじゃなくて全ての、まあ、トップの方なの、チェアマンですね、学長も。で、ここからが風景。石川さんはね、すごい美味しいご飯をご馳走してくれます、はい、すげえいい店、大貫山の。日本人的にね。そうですね、はい、でこんな感じで僕、先生するときはメガネするんですよ。なる。まあいいや、そんなまあこんな感じで、キャラ的なところですね。はい、下行きますか。スカイプで、はい、どんどん。あ、スカイプとローマ、これは日本側なんですね。大体日本の、はい、中目黒にある校舎で、ローマと結んで、スカイプで結んで、ローマの子たちも参加しながら、はい、まあ、今の進捗だったりとか、ビルドチェックしたりとか、スケジュールとかを見たりとかしてますかね。はい、でも最初からなんかその遠隔地のコラボ開発って難しそうですよね。いや、難しいんですけど、ちょっと面白そうじゃないですか。面白いですね。やっぱり新しい体験でしょうし、ね、日本人もイタリア人も全く別の文化と触れ合ってゲームを作りますし、まあ、言語も違いますから。会話はどうしてるんですか？会話は、SNS あるので、はいはい、で日本の方に両方の、まあ、実は2チーム今回編成したんですけども、2チームともに英語を喋る日本人の子たちがいたんですよ。なるほど。2人ぐらいかな、2人ぐらいいたので、うん、基本その子たちが英語か、まあ、翻訳したりとか通訳しながらやって、で授業はまあちゃんと通訳入れてやってるんですけども、なるほど、という形で、あとはまあ大体ディスコードとスラック、まあ、この2つを使って、まあ、今こういうあれがあるんで、ね、遠隔地でもやりやすいですね、はい、まあ、これが、そうです、スラック、あ、これが1本目、ララバイという企画ですね。 2D ホラーアクションゲームですね。かわいいですね。かわいいですね、こんな感じで。これどっちがどういうふうな担当するっていうのは決まってるんですか？はい、ララバイは、これはね、イタリアの企画です。なるほど。ビガムス側の企画で、ディレクターもイタリアの女性かな、ビクトリアっていう女性ディレクター、
が担当します。でも絵的には結構日本っぽい、そうですね、あのテイスト入ってますね、はい、入ってますね。でこれトレーラー残念ながらちょっと見れないんですけど、はい、こいつはコスモ、はい、コスモペディアですね。実際はちょっとねタイトル実は変わってます。ギャラクシーエクスプレスじゃなくてコスモエクスプレスだ。コスモエクスプレス、はい、まあ、銀河鉄道すりないみたいな、銀河鉄道の夜的な感じの。これアドベンチャーゲームっぽいですね。これアドベンチャーですね。言葉をあの集めていくという、あの異星人の子が喋れなくてその子のために代わりに車掌の男の子が言葉を集めていくってアドベンチャーゲームなんですけども、これは日本の企画ですね。なるほど。でディレクターが小川くんという子がディレクターを担当してというこの2つの作品を開発をして、今回プレイアブルも出展をして、はい、行ってきました。なるほど、はい、という形で、はい、大体こういう活動も活動してゲームズコムはまあ2つですかね。こっち1日、あとはメディア対応が3日間みたいな感じで。なるほど、はい、行ってきましたね。まあ、こういう、はい、あのその若いあのクリエイターの卵を、はい、なんか指導するのってどうなんですか、楽しいですか。うん、楽しいですね。やっぱり、ね、あの若返らないといけない業界だと思ってますし若いディレクター出るのは本当にいいことだと思うの でこの子たちが、まあね、最初に学校で作ったゲームで、しかもゲームズコムで発表して、うん、いろんな人に遊んでもらってとかっていう体験でなかなかできないので、まあ、ある意味ラッキーですね。ラッキーですね。非常に大舞台に最初から立てるっていう、はい、で TGS にも出展をして、あ、で今度はローマの子たちが何人か日本に来るんですよ。あ、そうなんですか。でそこでも学生同士の交流もあって、へ、で今回も日本から多分十何人あのバンタの子たちが行ってるんですよ。ゲームズコムに。ゲームズコムに行ってます。羨ましいです。そうです。でまあ、ちゃんと、まあ、みんなお金払ってますよね。多分、学校が持つのかもしれないですね、はい、一部は多少は持ったのかな、ちょっと分かんないんですけども、はいはい、という形で、はい、あの生徒同士も交流してやってます。なるほど、はい、じゃこの辺ですね、はい、そうだそうだ、ありがとうございます。短めで大丈夫です。はい、はい、So I'm going to sum up everything quite quickly because we have time, but we are talking about DevCom, which was the day before GamesComAnd there, Suda-san was on a panel for something called the Infinito Project, which was a collaboration between a Japanese game, a Japanese university and a Italian university. And students from both universities kind of in this game, in this program to learn how to make games, basically came together and created a collaborative project to basically, you know, once again, create two games. And...Suda-san was actually involved with both of these universities. The one in Italy is called Vigamos. It's based in Rome, and the other one is Vantan, and that is in Japan. And he's actually been teaching at both of these universities for a number of years, Vantan for about 8 years and Vigamos for about 5. And he kind of, this kind of idea for this collaborative project came up, and he kind of stepped in a supervisory role. So basically these teams of students by themselves came up with the whole plan and made everything, but he just kind of watched over them and gave them little hints and advice when they needed it. And in the end, the two games that they made were Lullaby and Cosmo Express, and they were able to both create them, finish them, and show them at Gamescom, which was a really amazing and awesome thing. And now they're going to be able to show it in TGS as well. And...I think the overall, he asked the overall kind of feelings, and he said, you know, it's really nice seeing young creators kind of being able to have these opportunities and create games like this. So, yeah, はい、短くでいいですよね。はい、ありがとうございます。 So, sorry for the quick summary. 素晴らしい。はい。まあ、それで、ゲームズコムのお話はこんなところで。そうですね。はい。じゃあ前半こんな感じで。そうですね、ケムさん、はい、台本通りでいくと前半こんな感じですね。はい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 。まあ、でもたっぷり情報もね、聞けて。そうですね、会場来た人は相当お得感、はい、見れたと思うので、はい、そうですね、後半のキャラが何なのかを皆さんぜひ、そうですね、答え合わせをしてもらえるといいですね。いいんですよ、ツイッターにあげないでください、今後発表された時に見た話す相手いなくてかわいそうですけどね。確かに ここに来た人同士でお友達になるしかない。そうか、まあ、予測はでもいいんじゃないですか。予測は予測は、まあ、予測って言っても、まあ、ちょっと見えちゃってるから。そうか、まあ、でもやつはもうバリバリバレてましたもんね。そうそう、量産型のやつはね、量産型なんてバレもうバレてますもんね。はい、はいはい、というわけでじゃあね、ちょっと休憩で皆さん、ね、またドリンクタイムと食事タイムにしていただければと思います。そ、ね、から10分ぐらい休憩を受けまして、まあ、はい、その後あのサブカル51号視聴版のコーナーになります。はい、はい、じゃあ一旦休憩です。はい、ありがとうございます。この間もぜひ注文とどんどんお願いします。
なんですけども、でここからはね、IGN ジャパンの YouTube チャンネルに配信してますサブカル51号のイベント出張版になります。でここからのゲストはあの映画ライターの稲尾稔さん、稲尾さんです、よろしくお願いします。もう稲尾さんは一回あの、はい、放題棒で、放題棒ですね、はい、はい、あのサブカルいい放題、そうです、悪い放題の4山話を、はいはいはい、もう一回してますので、はいはい、もうあれ配信されてますか、されてます、されてますね、はい、公表いただいて、ね、はい、今井さん来ないと始まらない、 そうですね、その前じゃあ飲み物をじゃあ皆さん注文お願いします。あ、じゃあ今井さん生ビール、じゃあ皆さん生一つですね、僕はあの飲まひろず飲んでるんで、はい、結構強いですね。あ、本当ですか、はい、結構いいやつ、あ、すいません先に始めちゃってました、はいはい、はい、じゃあ僕トラビスください。あ、今井さんもない、僕はじゃあビールで、はい、はい、はい、じゃあ、まあ、ここからですね、タバコログ11号の出張版ということで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今回のテーマは、はい、テーマはですね、はい、まあ、今回稲尾さんに来ていただいたと思いまして、はい、あとトラビスというか、ノーモアということで、分かりやすく、はい、殺し屋も。おってことで、資料あるんですけど、はい、ちょっと待ってください。すいません。ちょっとそのままつないでもらっていいですか。はい、殺し屋くくりということで。くくりですね。くくりってことで。うん、本当は最初の仮面ライダー、うん、劇場版、はいはい、ジオーボーにしようと思ったんですけども、皆さん何もわかんないです、これ。そうですね、誰もわかんないし、多分お客さんもほとんど興味ないんだろうなと思って、僕だけ喋りたい感じになっちゃうんで、ちょっとそれやめましょうということになりまして、今回、まあ、ちゃんとね、今井さんが殺し屋坊ということで。うん、まあ、でもやっぱあれじゃないですか、やっぱ須田さん、殺し屋多いじゃないですか、ゲームに。なんだかんだで多いですね。まあ、憧れますよね。うん、憧れます、憧れます。はい、若い頃ちょっと見習いもやってたんでとか、昔やってたとかって海外でインタビューで言うんですけど、たまにマジにする人がいるんですよ。やっぱ忍者いるぐらいだから、そうそうそう、殺し屋いいんじゃねえの、本当にドン引きする人とかたまにいて、いやいや、そんなわけないじゃんって思って、いい大人が、そう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 、ということはよくありますけども、はい、ということで、ね、準備ができました、準備できました、はい、はいということで、殺し屋坊、サブカル51もそもそもご存知ないか、なんでこの写真を使うんだろう。すいません、あまり思ったんですけど、はい、この写真って何パターンあるんですか、これ。ちょっと撮る機会が少なくて、はい、今度は撮りましょう。あ、今度そうですね。すいません、はい、あ、今度じゃイラストにしましょうっていう話。あ、イラストですか。相談したじゃない、メールしたじゃないですか、はい、イラストいきます、イラストにしましょう、はい、ということで、サブカル51もご存知ない方もいると思うんですけど、はい、この番組 IGN ジャパンでの人気コーナー、はい、これまでさまざまなサブカル達人を、はい、紹介してきた。そうです、そうです、はい、具体的にはMCU とか、はい、マーベルとか、はいはいはい、ガンダムとか、ね、ウルトラマンとか、それこそ仮面ライダーまでいろいろありました。サメの達人も出てました、サメの、あ、そうです、シャークネード、あの方は僕友達なんです。あ、そうなんですね。業界では有名な方ですね。業界ではダメ人間、はい、で今回はノーモアヒーローらしく殺し屋テーマということで、はいはいはい、でまあ、稲尾さんは以前放題棒を教えていただいて、日本の面白い放題を紹介していただきましたが、うん、はい、今回はですね、稲尾さんと私が殺し屋映画を交互に紹介していこうというテーマです。なので、了解しました。チャチャ入れてください。はい、チャチャ入れましょうか。わかりました。じゃあまず稲尾さんからなんですけど、はい、いきます。でーの、でーん。はい、ああ、来た来た、ジョンウィック。実は僕、宣伝してました。3ね。はい。はい、はワンツーもですか、いや、ワンツーはやってなかったです。3からですか、3のちょっと今、宣伝してまして。いいな、あ、宣伝してるから、すごいうさんくさくなっちゃうんですけど、本当に面白いですからね。ジョンウィック3。ね、しかももう来週、監督が来日でしたっけ、あ、来週。来週ですか。来週、はい。キアヌも来ますね。キアヌも来るらしいんですよ。ねえ。はい、いや、キアヌに会えるんですね。泊まってるホテルは教えられないですけど、いつものラーメン屋に行くんでしょうね。行くんでしょうね。ね、行くんでしょうね。え、この監督って何の監督なんですか、チャード。いや、でも、マトリックスの、はい、キアヌのスタントやってたみたいです。あ、アクションのプロです。そうそうそう。そういうことだ。この人がワン、ツー、スリーですか。そうです。ワン、ツー、スリー。全部やってるんだ、ちゃんと。へぇ、まあ、まあ、全部いいんですけど、まあ、ワンですよね。やっぱり殺し屋のやっぱいいとこって、はいはい、ワンがいいじゃないですか。あ、確かに。彼が殺し屋になる、なぜなったのかとかのあの感じ、あの感じがね、ちょっとずつ教えてくれる感じがたまんない。いいですね。よかった、よかった。この映画が優秀なのはそこですよ、ね、そう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 。確かに。で、やっぱ犬ですよ。やっぱ犬殺されたら怒りますよ。怒る。犬殺されてギャング壊滅ですからね。そうです、そうです。よくよく考えたら嫁さん殺されてないですから、ね、そうそう、そうなんですよ。そうなんですよ。車ボコられたのと犬殺されたので怒ったって。そう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 。
だからね、なんかもう何でも怒れるんだなみたいな。そうですね。そこがジョン・ウィックのすごいところですよね。キアヌがもともとこう、はい、スピードとかマトリックスとかだったので、まあ、割とその正義の味方的なところがあったんですけど、はいはいはい、まあ、このジョン・ウィックのいいところは、あの皆さんご存知かとかあるんですけど、あのキアヌがこうやってる写真、あ、はい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 、知ってます？はい、ベンチで、まあ、ぼっちですね。有名なぼっちの。あの頃本当にふさぎ込んでたらしいんですけど、彼は。あ、そうなんですね。ちょっと鬱だったから。ちょっと鬱気があったんです、うん、で、その時に撮られた写真なんですけど、あの切ない感じがすごいジョン・ウィックに反映されてるじゃないですか。あ、確かに出てます。うん、そのね、あの暗殺者像っていうか、まあ、そこがすごく、あ、これは好きですね。あの写真でまたあのキアヌ人気が高まったじゃないですか。もう止まらないキアヌ人気ですからね。そう、あの公園で一人でサンドイッチ食ってるキアヌがもう止まらないみたいな。変な姿いっぱい目撃されて。そう。来日した時に靴に本当にガムテープ貼ってたらしいですから。だからよっぽど好きな靴なんですってあれ。あ、そうなんですね。どうしてもなんか片身かなんか誰かみたいな。本当にテープ貼って大事にしてるみたいですよ。あ、お金がないわけじゃないですね。めちゃくちゃ持ってますよ。そうですね。はい、あ、そうなんだ。そうなんです。で、まあ、このやっぱり優秀なのは、はい、まあ、結構やられるんですよ。でも見た方は分かると思うんですけど、そうですね。すげえ強いんですけど、はいはい、結構痛いやられ方するじゃないですか。しますね。痛々しくやられます。はい、あのやっぱやられる感じっていうところが僕はこの推したいですよね。はいはい、最新作も結構ヘロヘロっていうか、かなりね。そうワンツー、もうズタボロになってます。ワンツー見た方分かると思うんですけど、この写真ちょっとしかもネタバレになってますよね。いや、これ一応メディアから出てる。あ、出てます。これだからスリーですよね。これあの宣伝的に紹介します。あ、これはあのポイントは、今回は、ハルベリーって言います。これ右ハルベリー、ハルベリーですね。ハルベリー相方なんだ。へえ、そうなんです。まあちょっといろいろあって、実は昔縁があったんで今回関係してくるみたいなところなんですけど、あ、そうなんですね。まだご覧になってないんでちょっとネタバレはできないんですけど。そうですよね。まだワンがあって、でツーの最後で懸賞金かかってさあ逃げなさいって映画が終わるじゃないですか。でダッシュしますね。はい、そこから映画始まるんで3は。おお、直後もう走ってるところから始まりますから。おお、あの7分後って言ってましたもんね。そう7分後からさ、あと何分で、はい、まあ、追放というかね、開始ですみたいな、うん、そうだカウントダウンがある中逃げていく、デスゲーム開始の。そうです。うわ、今回は相当行き切ってるので、ほー、もう本当ゲームですよ。ゲーム、まあまあ、もうこの世ってこんなに暗殺者いたんだよ。バタバタし出てきて、バタバタ死んできますから。ノーモアレベルです。ノーモアレベルですか。大体7人ぐらい出てきますから。あ、本当ですか。うん、あ、こういうところで喋ったとしても、多分あの人暗殺者かもしれない。そういうレベル。もうそのレベルですね。殺しに来ますから。あ、すぐ来るんですか。なんかその辺のレストランで働いてる人がんとか言って、その包丁を持ってます、襲ってくるみたいな。まあ、呼ぶんですね。うん、そうですね。そう。もうあの懸賞金がやばいんで。やばいんで。あ、額がね。こいつ倒すともう一生遊んでください。2で電話しますもんね、みんな。そう。女の人たちがすげえ電話します。あれからまだ上がってくるんですよ、倍々に。あ、そうなんだ、懸賞金が。はい。すげえな。すごいあのそのネットでみんな繋がってるので、はい、なんか LINE で繋がってるのとわかんないです。そうだ、確かにね。この時代ね。ものすごい勢いで人たくさんするん。みんなチャラ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 、みんな入った入った。ほー、鬼ごっこです今回は。すごい、ジョン・ウィックって本当とことんバカ映画になってますね。とことんバカ映画、いや、いい感じで振り切りましたよ ね、 ね。これぐらい振り切ってくれた方がこっちも分かりやすいです。そう、気持ちいい、はい。やっぱメジャー映画じゃないからこその振り切り方ですよね。ですね、確かに。そう、メジャー映画じゃないんですもんね。ライオンズゲートだですからね。余裕のある人ですからね、これ。そう。もうある人ですね。ゴリゴリのある人。かなり痛いですね、見て。しかも、そのキアヌが、ね、ビデオゲームの世界でもね、そう今、だから、今年の E3 行ったら、もう MS のカンファレンスで、はい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 、もう僕ね、E3 って初めてさ、あんな熱狂な声聞いたの。もう会場がちょっと揺れたんですよ。そうキアヌが登場した時に。で、まずそのトレーラーで、あのなんてゲームでしたっけ、サイバーパンク、サイバーパンクです、そう、有名な、うん、サイバーパンクでキアーヌが出てくるんですよ。その時もう会場がもうどよめいて、うわーみたいな。でその後シュパーってなって、あのいつものキアーヌが会場の皆さんにちょっとみんな落ち着こうって言いました。そう言ってたぐらい。それでも会場で揺れて、うん、あ、本物だと思って。まあだから今一番ゲーム界に一番あのね顔が悪い俳優なこと間違いない。そうそうそう。いや、間違いないです。間違いないです。フォートナイトにね、その前になんかキアヌのモッドができてて、あ、あまりにもそれが有名になって、ね、キアヌが子供に、あ、フォートナイトの人だって言われて、キアヌは困ってたらしいです。フォートナイトって何みたいな。あ、モッドで有名になったんですか。そのモッドっていうかスキンみたいな、ね。スキンでね。うん、へー。
トイストーリーのプレミアにこの格好で出てましたからね。あ、マジですか。あれは怒られますよ。そう、声優やってるんですよね。もじゃもじゃのこれでね。ちょうど宣伝期間だったみたいで。ああ、そっか。そのまんま出てましたから。子供の映画にね。ディズニーランドの前であの格好でいましたから。殺し屋の工房で怪しいやつで。いいな、キアヌ。ブレないですね。ブレないです。ただね、ちょっと日本に今度来るじゃないですか。ちょっと不安なのが、この間太ったモヒカンになったんですよね。え？そうそうそう、撮影でやってたやってた。そうなんですか？ビルとテッドの新しいやつを今撮ってる。あ、やるんですか？ビルとテッド新作？で、腹の出たモヒカンのおっさんに変わってたんですよ。ほほほほ。日本にそれで来られたらですよ。たまったもんじゃないですから、こっちは。本当ですね。ズラでも被ってくれるから分かんない。確かに。え、本当モヒカンにしちゃったんですか？ガチで。いや、もうがっつりですよ。うわぁ。すごかったです。すごいですね。全然みんな凍りつきましたね。どうしよう。確かに。この後だよね。そうそうそう。プロモーションねっていうことですよね。うわ。最後ですか、日本が。あ、そういうことですね。はい、公開もね、ちょっと遅かったですもんね。はいはい、E3 行った時だってみんな見てましたもん。好きな人、ね、英語わかる人は。そうそう。ワン、ツー、スリーとだんだんヒットしてきてるので。はいはい。はい、もちろん多分フォーもあるんでしょうね。いや、もうやりますやります。あ、もう決まってます。あ、決まってるんですね。はい、ああ、楽しみだ。はい、というわけで僕の、はい、じゃあ次行きますかね。いやもうこれはもう最高ですね。はい。はい、乾杯しなくて大丈夫ですか。あ、乾杯、乾杯します。そうだ、皆さん乾杯ですね。絶対出ちゃった。はい。皆さん乾杯。乾杯。キアヌに乾杯。キアヌに乾杯。はい。で次ですね、僕の番ですけど、まあいきなりちょっと極物なんですけど、はい、梅津康臣監督というアニメーションの監督の、あのカイトっていう、まあ結構有名な梅津さんってあれですよね、逆者の梅津さんですよね。ん？逆者の梅津、逆者は梅津さんなんかやってましたっけ？キャラデザじゃん。キャラデザですっけ？まあ結構あのかなりあのベテランの方ですね。ですよね。はい、でこれは監督やってるんですけど、あ、そうなんですね。これのポイントは簡単に言うとタランティーノが絶賛、映画化もした。洋画ですね。日本のアダルト OVA ってことです。アダルト OVA なんですか？まあ、要するにエロアニメなんですよ。知らなかった。エロアニメなんですけど、まあ、この時代98年っていうのはいわゆるその OVA のブームの末期なんですけど、はい、まあ、要するに OVA ってクリームレモンの流れとかそういう流れで、80年代から徐々にいろいろあって、古いかな、ちょっと古いですけど、だいぶ古いです。あ、だいぶ古いです。まあ、OVA っていうのはビジネスになった時代だったんですけど、はいはいはい、これ結構末期で、OVA って要するに好きに勝手できるじゃないですか。うん、そうですね。だからその表現は結構過激なんですよ。もちろんこれはもともとハードコアのポルノだったんですけど、他の戦闘シーンとかも血とかバッシャバッシャするし、切れたりするし、あ、そんな結構過激なんですけど、まあ、それに出てくる、まあ主人公っていうこのサワっていう、はいはいはい、女子高生暗殺家っていうね、日本のアニメ的な設定としか言いようがないですけどね、うん、本当だ。これがね、あのね、何がすごいってやっぱりね、あの有名なシーンはトイレでの暗殺シーンなんですけど、まあなんか変なギミックいっぱい登場するんですけど、ここからなんかそのトゲがピッピッって出て、後ろに掴まれたところをブシャーって刺したり、あとはそのこの銃持ってるんですけど、この銃がこの結構特殊な銃で、撃ったらひっついて、そこで爆発するんですね。ほうほう。それが結構いい、北斗の拳みたいに爆発するんで、ブワッと安倍氏みたいな、安倍氏ぐちゃぐちゃになるんです、ぐちゃぐちゃになるんです、炸裂弾、炸裂弾。これあの後からあのなんだっけ、ドーミネーターってあの最近のあのサイコパスの あれのモデルらしいんですけどね。サイコパスのあの銃のデザインはここから来てるらしいんですよ。ちょっとギミック感で、そういうギミック満載かつバイオレンス満載だから、まあ、これタランティーノが実は大好きで、あ、じゃあ影響相当受けてるんです。よう知ってますね、タランティーノ。そうそうそう、本当ですね。まあ、ただそれがすごいです。日本の OVA は結構この当時アメリカに結構ねちゃんと翻訳されてビジネスになってたらしいです、ね、あ、そういうことなんで、タランティーノが面白いのがそのキルビルね、はいはいはい、あのキルビルの時に栗山千明出たじゃないですか、ゴーゴー夕張っていう、はいはい、なんかよくわかんない女子高生、あのキルビルの時に栗山千明にお前が演じるのはこれだって言って見せてたんですよ。このアニメ見せたの。そう、へえ。まあ実際ね、かなり栗山千明引いたでしょうね。まあ引いたでしょう、ね、なんだこの変態はと思ったんですよ。絶対引いたでしょうね。単なるね、セクハラですよ。セクハラ。まあもちろんね、あのセックスのシーンを見せたわけじゃないと思うんですけど、はいはい、まあね、あの戦闘シーンをね。うん、まあ、実際このアニメの海外では、ね、結構高く評価されて、インターナショナル版っていう名前が微妙なんですけど、そエロなし版も出てて、ね、そうなんですね、まあ、ちゃんと見れるやつも見れるやつもあったりして、あのその後、展開としてはカイトリベレーターっていう続編で、さらに、カイトっていう、その洋画が作られて、それは普通にあの俳優っていうか女優の人が演じてる女殺し屋物としたハリウッド版まで行ったんですか。行ったんですよ。まあそこまで予算でかくないですけど、でただね、ここでね98年これ出てるのは
どっちかというとあのこの時代のアニメの人たちってこのガールウィズガンっていうテーマ好きなんですけど、女の子と銃、それもともとニキータなんですよね。はいはい、ああそっか、そニキータレオンの流れで、はいはいはい、そういうのはかなり好きでやってたから、ね、まあ専属入りなんじゃないかなと思う。ああなるほど。やっぱその本当は弱いけど銃持つと強いみたいなキャラクターって結構ケレミあふれる形で描けるってところがあって、うんうん、そうですねそうですね、うん、まあ、やっぱりこ の, あのアニメの中でもこのサワっていう女の子はなんかやっぱその儚げな感じしてて、はいはい、まあ、ほとんどニキータと一緒で、その男に無理やり監禁されてその殺人術を覚えさせられたみたいな形なんで、まあ結構テーマは似てる。うーん、ベースはニキータなんだ。なるほどね。ジャズが流れるんですね。そうですね。ちょうどなんかカウボーイビバップとかあの辺の時期のやつ。時代的にはその辺ですかね。あのなんか都市も結構その新宿の未来都市みたいな感じなんですけど、どっか限りある、あ大人の世界で、はいはいはい、なんか本当にサックスのブーンって並べて、今のアニメから見るとなんだこの暗い話って本当思うんですけど、渋いですね。なかなかあの梅津監督のあのこの人あのどちらかというと監督の中でもアニメーター出身の方なんですけど、相当絵が上手くて、特に人間の動きが非常に、ね、あのよくできてて、アクションシーンとかも本当手抜きがない作画で、あのトイレの本当、ね、あのシーンは、まあ、確かにこれは、ね、映画にしたくなるなという雰囲気はありますね。でも梅さんってあの役者やってる時に富野さんにお前の女はあのエロくないって言われてすっげえ怒られたらしいんですまあなんか独特のねキャラクターデザインを描く人で、あのそれはまあ確かに結構趣味なのかなとかあるんですけど、あのそれこういうあのハードボイルドなアクションものの他には、あのなんかダンスをさせたりするとかも結構上手くて、日常のあのなんか動きもすごい上手い人方です。これ見れるんですか今？多分 DVD とかのとこにはなってますね。あとインターナショナル版は比較的多分配なんかいろんな、どうなのかな、まあ、ネットフリックスで見れるとかだったら楽ですね。アマゾンプライムとかで見れないですね。ただまあ人気があって、はい、僕これあの実はあの梅津さんのなんかリバイバル上映みたいなやつを、あ、はいはい、トークショー付きで見たんで、まあ、今でもたまにそういう機会はあります。あるんですね、はい、ちょっと見てみたいですね、これ。興味深 い, いやタランティーノすごいなよく知ってる。これをよく、ね、見てるってすごいですね。じゃあここまでもチェックします。はい、はい、あ、ウォンデッドだ、ウォンデッドだ。まあ、女性殺し屋続きですか、ね、はい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 。そうやっぱり女性って、まあ、ニキータに集約されちゃうところがあるじゃないですか。ありますね、そうですね。元祖であり、はいはいはい、なんかあそこに集約されるんですけど、まあ女の暗殺者って中で僕がパッと思いつくのはここになってくるんですよね。うん、でなんかこう単純に暗殺、まあ、映画として面白いっていうのももちろんあるんですけど、はいはい、銃馬の弾曲げるって相当じゃないですか。あ、確かにね。でしたでした。これで曲げるって。そうそうそう。うん、カーブかけるんですよね。曲げるのかな本当に。カーブ。あれ本当に検証したら曲がらなかったっつって。曲がんないもんですよね。曲がんないらしい。やっぱなかなか曲がんないですね。うん、検証したやついるんですね。アメリカのバラエティでマジで検証したんですって。やっぱ直線だったんですね。でやっぱこの映画、まあ、アンジェリーナ・ジョリーがやっぱ一番いいのはこの映画だなと僕は思っていて、でその、 あのバカっぽい中二病感がすごいあるので、その拳銃、まあ、曲げるってのもそうですけど、はいはい、あのカーアクション、あの、こうドリフトしながらドアが開いてそこに主人公が、あ、はいはい、そのまま乗るみたいな、はいはいはい、とか、ああいうやっぱりなんかこうネタがすごい、あそこが結構元祖やってるんですよね。そうそう、元祖でやってる感じがして、だからその、はいはいはい、才能、暗殺者の才能を持つ主人公がそれに目覚めるときに、うんうん、うわーって言いながらバンバンって言ったらハエの羽だけを打ててるみたいな、うん、そういうねバカなバカっぽい描写がすごいたくさんあって、すごいですね確かに、うん、なんかこういうのってゲームっぽいなってすごい思ったんですよね。治療風呂とかもそうですけど、何でもできるじゃないですか、あれで一晩使ってれば治るみたいな。何でもなる。確かに。本当セーブポイントみたいな。そうそうそう、完全にセーブポイント。そうセーブです。完全セーブポイントです。確かに マトリックスの後の流れですよね。そうです。映像美、うん、映像美。原作ってもともとコミックかなんか、ね。そうです、コミックですね。コミックなんだ。コミックなんですけど。ああ、アメコミなんですね。アンジェリーナ・ジョリーの最も輝いていると言っても過言ではないところですね。まあ、あのミスター&ミセス・スミスも良かったんですけど、やっぱこっちのこの、まあ、出てきた瞬間のただものではなさ、はいはいはい、あの感じはやっぱりアンジーにしか出せないなっていう。僕もウォンデッドはワウワウで、はい、まあ、たまにやるじゃないですか。ありますね。あの全部見たことないんですよね。あ、そうなんですね。途中で断片的に、はい、よくある断片的にみたいな感じで、はい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 、
それ系の映画なんですよ。だからちゃんと一回見てみようかなと思って。まあ、曲げるとこまでは面白いですよ。そうですね、曲げるとこ見たことあります、ね、曲げるとこ2回ぐらい見たことある、うん、曲げるとこから少しちょっとたるむんですけど、あ、うん、そこからあとはすごくまた面白いですね。そこ耐えればなんとかなるんですね。うん、この映画だからそういう意味でちょっと毛色が違うんですけど、まあ、女性の暗殺者という意味では、はいはいはい、うん、まあ、ニキータも外せないんですけど、このフォックスというキャラクターが僕は好きですね。そう、須田さんの女性を殺し屋はどうですか？うちはどちらかというと剣術系なんですよね。だからその、うん、弾曲げる系まだいないので、弾そんなにいないと思うんですよね。まあ、でも2の時にマーガレットとかっていうキャラがすごく人気で、はい、まあ、スナイパーなんですけども、今度曲げようかな。ハンドガンならまだなんか理屈としてこう出せば曲がるのありますけど、スナイパーどうやって曲げるんですか？風？それは普通に読んで強風待ちみたいな。強風待ちなんですね。時間かかりますね。そうそう、あと風がかりみたいなのがあって、そうそうそう、ふーってやるっていう、今だみたいな。でも、ああ、面白いですね。でも、スナイパー曲げる、うん、スナイパーが曲げるっていいですね。まだないですよ、ね。ないですね。新しいです。誰もやってないですよ。最初だ、最初だ。うん、最初だ。で、マーガレットも死んじゃったんですよ。ああ、違うわ。これのエンディングで曲げてた。曲げてた？スナイパー曲げてた。すげえ長い距離曲げてた。こっから、光へぐらい曲げてた。まあ、うおぉ結構ありますね。いいカーブで。いいカーブでやってますね。やってましたね。すげえな。いいネタですよね。ネタの方向です。そうそう、なんかいろいろと最後まで見るとなんか使えるのあるかもしれないですよ、はい、そうですね、うん、でも確かにハンドガン系の女性の殺し屋ってまだいないですよね、うん、いないですよね。ないです、ね、多分いないのかな。じゃあこれからの脚本に、うん、そうですね。なんか女性キャラクターってなんかいいこだわりはあるんですか、やっぱ出すにあたって。そのトラビスの場合は1の時は殺しをためらってたんですけど、はいはいはい、2からためらわなくなったんですね、はい、ああ敵が女性っていうね。そうそうそう、3でどうしようかなと思いながら書いてた、今もちょっと最近書いてるんですけども、うん、っていうのはありますね。だから女子供殺さないみたいな美学を、はいはい、トラビス持ってたんですけども、はい、でも本気で殺しに来たらしょうがないですもんね。もうしょうがないです、しょうがないですよ、はいはい、もうめちゃくちゃ強いやつらは、はい、そう2はそういう手だれが多かったので、うん、はい、というのはいつも考えますね、書くときに、うん、はい、はい、じゃあ次いきます、はい、でん、あ、はい、三池崇史監督の殺し屋1ですね、はい、まあ皆さんご存知かもしれないですけど、でももう2001年って結構古いっすよね。そんなに経ちます、はい、あ結構経ってる。で最近漫画作品原作をなんか無茶に実写化してる人多いじゃないですか、はい、あありますね。多分三池さんがそれをやっぱ結構オリジネーターでやってて、まあ、三池さんが全て任されてるかもあります、ね、そうそうそうありますね。任されてて三池さんが結構その文法を作っちゃった部分があって、はいはい、そうですね、悪い影響もあるかなと思ってるんですけど、まあ、これは当たり三池の方ですよね。そう、当たり三池、完全当たり三池です。はいはい、逆転裁判、ね、まあ、たまに大外ししますからね。いや僕飛行機でゴキブリのやつあるじゃないですか。何でしたっけ、はい、ゴキブリね、ゴキブリ、ね、あれか、なんだっけ、テラフォーマー、テラフォーマー、テラフォーマー、あれは問題作だったらしいですね。テラフォーマー、いやあれを読んで、はい、映画化しちゃダメですよ。ダメですよね。いけるなって思ったらダメです。でもこの段階予算でね、日本の予算でね、この段階で殺し屋1やっちゃったのは間違いね。そうそうそう、そしたら三池さん何でもできるんじゃんそうそう思っちゃうじゃん。思っちゃいますもん。で逆転裁判とか結構無茶なんだけど、はい、うん、もう本当漫画のままやっちゃったじゃん。そうそう、漫画ってゲームのまま、ね、はい、ゲームのままやりましたね。だからね、何でもできるんじゃないと思ってるんだけど、でもまあ殺し屋1は今から見ると、はい、まあ三池さんの中ではかなりハイブローで、いやそうですね、かっこいいんですね。はい、かっこいいです、かっこいいです。でまあ何がかっこいいかっていうと、まあ、こう分かりやすい浅野忠信が柿原、はいはいはい、まあ、柿原は原作の漫画ではなんか中年のおっちゃんの変態キャラじゃないですか。そうですね、はい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 、どっちかというと、まあ、シリーズの中盤の、はいはい、メインのキャラですね。メインのキャラクターですけど、はい、これがね、変態は変態なんですけどかっこいいですね。そうそう、ずるい浅野さんがやったからまたかっこいいですよね、はい、でこの衣装も含めてそう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 超かっこいいんですけど、うん、まあ、それがなんかもう本当にもうラスボス級のキャラとして襲ってきて、まあ実際になんか主演としては一番上に書いたのは柿原なんですね。1じゃない、そうそう、1じゃないですよね。まあ1はどちらかというとね、なんかその道具みたいな扱いがあって、まあ1っていうなんか弱虫だけど暴走するとやべえやつみたいなやつなんですけど、まあどちらかというと柿原目線で書かれて、で他の俳優もやたら豪華、まあ、国村さんとか、はいはいはい、まあ、あとは面白いところでは塚本慎也が出てた。ああそう、塚本さんも出てましたね、うん、しかも僕一役誰か忘れたんですけども、はい
でも、もう今や有名なあの方じゃないですか。名前が出てこない。大森さん。大森奈子さん。そう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 。いい、いや、大森さんもすごいいい役ですね。そう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 。本当にコンプレックスを抱いてる、なんかその内向的でおかしくなってる人。そう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 。それ演じるって難しいんですけど、うまくやってて。で、まあ、2001年になって結構古くなってるので、若い人見てないかなと思うんですけど、あ、そうですよね。まあ、これ、今見ると本当にすごい、ね、過激で。ねえ。極物ばっかの。だってこれ日テレの金曜ロードショーとかでやってないですもんね。やれないっすよ。やれるわけないじゃないですか。人体半分に真二つですよ。あ、そっか。あ、そっか。なんか人肉焼いて焼肉して食うんですよ。あ、そんなシーンありましたか。ありますあります。そっか。それぐらいね、えぐい作品ですけど。あ、そうなんですね。まあ、ただやっぱりね、この柿原のね、なんかカリスマ性はすごい。このなんかピックみたいに刺すんですけど、そうそうそう、そうでした。でもこの人はなんかマゾだから、自分も刺されたいっていう、マゾドマゾです、めんどくさい。一にやられる時も喜んでましたね。そうそうそう。まあでもこのなんかマゾ系殺し屋っていうのはちょっとある程度ありますよね。ありますね。自分もやられたいから殺すみたいな。まあそういう中ではかなり際立ったキャラクターかなと思いますよね。だいぶ漫画が凄惨だったんで。そうですね。そうでしたね。そうそうそう。実写ってこれできんのかなと思ったんですけど、まあちょっと方向性を変えつつ、そうですね。まあ主にそのヤクザマンションっていう一つの場所だけで物語完結させたのも結構賢くて、そうですね。あのヤクザマンション結構面白く見てて、三角形の建物もぐるぐるもあるんですけど、あこだけでやってるから、その今ロケ的にはあんまりそのお金がかかんないところもあるんだけど、ある意味でゲームっぽくて、そう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 、そうでした。それこそ素だけやってる感じの雰囲気はありますね。あ、そうですか。ちょっとありますね。あの同じダンジョン、そうなんだ、結構だってシュールな感じで変なやつばっか出てくるみたいな。ゲーム感ありますよね。ゲーム感あります。まあだから、素だけ好きにはやって見てもらいたい。そうですね、ぜひね。いや、面白かった記憶ありますもん。まあなんかこういうなんか魔族系のあの殺し屋は出てきましたっけ。いたっけな。魔族系の殺し屋。魔族系いない。いないか。いないですね。まあでもコンプレックス持ってる系はやっぱり結構いますよね。まあいるんですけども、そうなんです。ワンはその各殺し屋のバックボーンを描けたんですけども。2は多すぎちゃって、バックも描けなかったんですよね。でも3はだからそこをちゃんとやろうと思って、あのトライブさん戦う、まあ、メイン級の敵はちゃんと背景も含めて、理由があるみたいな。あとトライブさんの絡みをすごく多くしたんですよね。なるほど。すんげえベラベラ喋りますよ。ベラベラ喋ります。それは気になります。はい。なんか例えばジョーカー的な、はい、ダークナイトのジョーカー的な、はいはいはい。やっぱああいうキャラに思い入れがある。あるじゃないか、多分あります。まあまあありますね。左右されちゃうじゃないですか。はいはい、されます。あそこに寄りすぎてもあれだし、そうですね、はいはい、でも寄らないのも嫌だし、あそこの辺の葛藤ってやっぱありますか、はい、もう、まあありますね。だからトラヴィス今そういう相手がいないんですよね、ジョーカー的な。でもそれは今回出てくるかもしれません、はい、っていうのは TSA を作ってる頃からちょっと意識をしてたりとかして、そうそう、そうですね、はい、本当にまあ強敵というか、そうですね、なんかそこがあると思ったら別違いますもんね。違います、違います。やっぱマッドネスっていいですよね、そういう意味では。うん、いいですね、いいですね。じゃあ次行きましょうか。はい。次、デント、はい。あ、渋い。渋いですね、これは。いや、これ、もうむちゃくちゃ好きなんですけど、僕。はいはいはい。行われました？見ましたね、コラテラル。あの、ロスですよね、ロスの話ですね。そうそう。はいはい。ミッションインポッシブル2の時もそうだったんですけど、はいはい。この人、このトム・クルーズという方なんですけど、すぐ人の、なんか、も面白かったですね。憧れる癖があるんですか。だからミッションインポッシブル2って、はいはい、あれ完全にフェイスオフをやりたかったんですよ。ジョンウーのフェイスオフを見て、俺もやるってなった絶対作ってるはずなんですよ。なるほど、ね。それはなんとなくわかります。わかるでしょ。ああ、ちょっとわかる。鳩飛ばし。はい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 。だってスパイが炎の中くぐって出てくるんですよ。どこがスパイやみたいな。そうそうそう。1ミリもスパイっぽくないんですか。でもやりたかったんですよ。絶対に。俺もあれやりたい。撮影したい。やりたいでしょ。何でも撮ってよって言ったらジョンウーの映画出たいじゃないですか。出たい、出たい。すごい気持ちはわかる。はいはい。で、これも、ヒートっていう、あ、ヒートね、傑作の、そう、マイケル・マンの大傑作、はい、アチーノとデニーロの絶対あれ見て、俺もやりたいって思ったはずなんですよ。あの銃撃戦やりたい、そう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 、あの銃撃がすごいですよね。いや、すごかった。そうそうそう。で、はい、その流れなんですけど、そこでやっぱトムがすごいのは、はい、自分の色にちゃんとした上で、はい、すげえことちゃんとやってのけるっていうのがやっぱさすがトムなんですね。まあ、ヒートとはまた別の魅力ですよね。そう、別の魅力ですよね。この映画はね。そうそうそう。もうシングルの殺し屋の話ですね。そうそうそう。で、やっぱり主人公は
彼ではないので、はいはいはい、忘れちゃった。タクシー運転手。タクシー運転手。そうですね。あの中途半端な人生を送ってた彼がこの殺し屋と関わることで本当の男になっていくみたいな、はいはい、なんてかっこいい話なんだろうって思うんですけど、まあそこのやっぱり中核をなすのがこの殺し屋がいかにちゃんとしてるかっていうところになってくるので、はいはいはい、まあこの本当トム・クルーズの演技はもう突き抜けて良かったです。いや渋かったです。すっごい渋い映画です。やっぱあの容赦がないじゃないですか。はいはい、そうそうそう、殺すことに、ね、迷いが全くない、迷い全くないじゃん、もうすぐ殺すじゃないですか。そうそうそう、うん、だからそこに手を焼くっていう話でもあるんですけど、やっぱここのこれ2004年じゃないですか、はいはい、トム・クルーズがミッション・インポッシブルやったら多分96年とかだと思うんですけど、なんかトム・クルーズってそこまでアクションっていう印象なかったはずなんですよ。はいはいはい、あそうでしたね。そうです。トップガンの人だったんで。そうですね。それまでね。はい。というと、だから拳銃持つっていうイメージがないですね。なかったんですけど、あと本当はあの、なんしょ、このこれビリハスラー、ビリヤードと、あとこの確定この印象しかなかったです。そうですね。青春映画とか、そう青春映画から来て、こっちのイメージはまだ。インタビュー with バンパイアとかなんか出てはしましたけど、ね、はい、拳銃持つっていうイメージがなかった、基本的になかったんですよ、ね。はい、でそれでミッションインポッシブルに出て、でそのジョムの真似して、はいはい、フェイスの真似して拳銃の扱いにも慣れてっていうところで、やっぱり彼が送ってきたアクションっていうのは本当にやっぱすごかったんだなっていうので、これを見た時に確かに本当に洗練された動きしてましたから、ね、うん、やっぱそこら辺のやっぱり本物感を出すっていうところがやっぱりうまいなっていうのがありましたね。なんか一個上のなんかアクションスターになりましたよね。そう、僕はあのマイケル・マンと一回会ったことあるんですけど。え、マジですか。あるんですよ、あのイス行った時に。めちゃめちゃすごいじゃないですか。でなんかまあ彼ゲームも一緒に作らないみたいなこと言ってくれて、あ、はいはい、まあ、結局実現しなかったんですけども、でもし時間があったら、はい、あのうちのガンシュートに行くとか言って、でなんかそのロスからちょっと離れたところに、はい、砂漠の真ん中に、はい、マイケルマンのシューティングスペースがあって、本当にそこでガンガン撃てるんですって。変態ですね。もうめちゃくちゃ変態ですよ。ね、来たい来たいとか言って、はい、じゃあメールちょうだいよとか言って、はい、メール返ってこなかったんですけど、おじいちゃんだしね。帰ってこなさそう。おじいちゃん帰ってこない。だ多分トムとかもそこ行ってちゃんと教わってるんですよ。確実にそうですね。すっげえ、うん、まあ、あるとすげえと思いましたもん。いや本当あのリロードとかの速さとかも本当に、あ、そう、まあ、ケアのもそうなんですけど。はいはいはい。本当に練習してるなっていう、ね、向こうはね本気ですよ、まあ、ガン社会だけありますよね。そうです。だからトム・クルーズの中でもすごい異色な作品なんですけど、ですね、そうでしたね、うん、トムってやっぱヒーローの方が多いんですけど、はい、ね、なんかこのここのトム・クルーズはやっぱりちょっと非常に良かった、良かったですというところですね、うん、はい、じゃあ最後です、はい、まあ、これちょっとマニアックですけど、ジャック・オーディアール預言者という、まあ、フランス映画ですね、見たことの映画ですけど、まあ、これご存知ない方の方が多いかと思うんですけど、まあ、ぜひともゲーマーには見てほしいと、成り上がりアウトローのフランス映画です。ほー、でも簡単に言うとですね、はいはいはい、若くして刑務所に入れられたアラブ系の青年が、はい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 、アラブ系なんですけど彼は、コルシカンマフィアが牛耳ってんですよ刑務所。だからそのコルシカンマフィアにヘコヘコしながら生活しなきゃいけないと。生活って言っても塀の中ですけどね、はいはいはい、でそれで最初コルシカンマフィアに、お前あそこのなんか気に食わないやついるから殺してこいって言うんですけど、その殺しのシーンがまたすごい、ね、何かっていうと、まあ、こいつ結構顔がいいんですけど、はいはい、このマリックは、はい、カイロレンみたいですね、うん、カカロレンみたいですねあの多いんですけど、その相手の、まあ、これ完全に刑務所だからね、その相手 の殺すターゲットがそのフェラチオしろって言うんですおお、あ、なるほど、はいはい、で彼がじゃあフェラチオしますって言って、はい、しに行くんだけど、その中にここにカミソリの刃を下に仕込んであります。してこれする途中でピュッポッって言ってこうかさばいて殺すんです。あ、首をね、一発で。そのシーンとかを、まあ、かなり手際よく撮ってて、へ、見たことないです、暗殺シーンですね。確かに。でそれでパターンが新しいですね。あのこのマリックは、はい、そのコルシカンマフィアにこいつできるやつだなって思って、いろいろ認められて、いろいろあの お使いをすることになるんですよ。でそのボスは終身刑で出れないんですよね。で彼はまだ14年ぐらいなんで出れるんですけど、ほうほう、それであのまず模倣犯、模範囚みたくなってるから、はいはい、じゃあ1日あの外出していいよって言われたら1日外出する中で殺人をするんですよ。あ、でこれパリの街を歩いてるんですか。そうですね、これパリの街で歩いてる人は、ね、まあ、ターゲットを向かってあの暗殺するんですけど、はいはい、このシーンもまたかっこいい。なんか車の中に入って相手を後ろからバンバンバンって打つんですけど、その時キーンとなった瞬間にその後ろの後部座席に倒れるんですよ、はいはい、その倒れる時に笑ってるんですよ。うーん、その演技とかスローモーションの演出がめちゃくちゃかっこいい。ほー、
で全体的には結構落ち着いたフランス映画のこと間違いないですけど、この成り上がりっていう部分を描いてる意味ではかなりね GTA みたいなところあります、ね、あーなるほど。そのマフィア の, あのお手伝いしてなんか物を流したりして、お使いしてね。でこれがまあネタバレだから詳しく言わないですけど、ここで最終的にそのボスからヘコヘコしてんだけど、じゃあもうボスもなんかもうめちゃくちゃなこと言ってし気に食わないからって言って、最終的にはそこで復讐をしていくっていうストーリーになってて、まあゲーム好きには絶対見てほしい。これは面白そうだ、本当ですね。まあジャック・オーディアールはねフランスの映画監督の中では非常に評価されてるんですけど、意外となんかそのエンターテインメント性高い監督なんで、そうなんですね、あの全然難しくない、面白いですね。わかりやすいフランス映画です。アクション系だし、アクション系もやってます。そういう映画なのにタイトル予言者なんですね。これがちょっと複雑なところで、ね、まあ、彼はそのイスラムのやっぱりアラブ系なんてあのところがあって、ちょっとそのけなんかそのシュールレアリスティックなシーンがあって、その自分の啓示を受けるんですよ。でそういうところがあって、なんか予言者みたいなのがあって、この意味がいや見てもよくわかんないですけど、正直。ああ、そうか、宗教観ですからね。まあ、ね、ただそこの部分は抜きにしても全然エンターテインメントとして見れる、その映像がめちゃくちゃかっこいいですね。ほう、これは見てみたいですね。はい、面白い。はい、逆に須田さんのこれは、はい、この殺し屋はみたいな映画ありますか？僕はでもやっぱエルトポなんですよね。まあやっぱノーマーヒーローズはもともとエルトポ見て、なるほど、まあ、はい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 、こういうゲームを作りたいなと思ってなので、エルトポですかね。まあ、もう殺し方がもう卑怯極まりなくて、あの年穴のシーンを見たら本当びっくりしてそうです、ね、こんなことしていいんだと思って、うわ、もう卑怯だなと思って、卑怯ですね、もうでもそれが殺しなんだろうなっていう、もうその生々しさみたいなものは、エルトポなんですね。エルトポですね、はい、もうエルトポもね、皆さんぜひ見てほしいですね。ただ注意はした方がいいですよね。そうですね、見る前にいろんな意味で注意した方がいいですよね。そんなに優しい映画ではないので、うん、そうですね、あのそうちょっといろんな覚悟を持って、ね、体調いい時に見た方がいいです。そうそう、はい、ちょっと体調悪い時は見ない方がいいです、ね、あんまりこう一元さんお断り的なところは、ね、そうそう、あります、ね、あります、あります、はい、じゃあ、はい、じゃあそれのところで、はい、はい、というわけで、はい、サブから50秒視聴場でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた休憩を置きまして、その後は駆け足ゲームズおすすめインディーゲームのコーナーです。はい、じゃあ休憩です。このまま準備した方がいいですね、僕らね。準備した方がいいですね。はい、
では続いては A のコーナーは駆け足ゲームスおすすめインディーゲームコーナー、ここからは駆け足ゲームのレイヤー Q さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに駆け足ゲームズとは何ぞやという人もいるかもしれない。ちょっと簡単に駆け足ゲームズというのは、海外のパブリッシャーさんやデベロッパーさんが日本でゲームを販売したいっていう時に、日本向けのサポートを、その販売のサポートを行っている会社です。日本語のローカライズだったりだとか、例えば任天堂スイッチでそのゲームが出た時に、あの任天堂 e ショップの日本語のストアテキストを書いたりだとか、あとプレスリリース、あとセロ審査とかですね、あのそういうものを、そうめんどくさいのもやってるんですよ。一番めんどくさい、いや大変めんどくさい大変なところなんですけど、そこら辺を担当しながら、海外と、日本のユーザーさんを、まあ、いろんなインディーゲーム、海外のインディーゲームをこうつないで、そのまさに架け橋でやっていくっていうことをやっています。あとね、そう TSA でも、はい、インディーT シャツいっぱいコラボしたんですけども、それも駆け足ってもらったんですよね。結構 何本も駆け足ってもらって駆け足ってもメールの連絡とかでコラボ そうあのタイトルをこれやりたいっていろんな各クリエイターに連絡してもらったりとか ね、してお手伝い実はしてもらってるんですね。なるほど。うちも、はい、で、あの僕はそのマーケティングマネージャーとして今、一緒にお仕事させていただいてるレイヤー Q と言います。はい、あの YouTube の方でインディーゲームをメインで、あの動画とか配信とかしてたらいつの間にかこんなことに、はい、ってだレイヤーさんはだから YouTuber ですもんね。今子供が憧れる職業の、あんまり YouTuber YouTuber してないですけれども、あんまりスライムでお風呂とか入ってないんで、あYouTuber でそういうもんなんですね僕の勝手な偏見ですけども、あの体を張る系はなしでね、なんかいろいろ注文してむちゃ食べたり食べたりとか、そう辛いやつとか、ね、辛いやつとか、はい、見たことある、見たことある、はい、やんなきゃいけない、ヒカキンでよくやってます、はい、そうですね、やってますよね。スライムでお風呂入るのが悪いって言ってるわけじゃないんですけれども、ディスってるわけじゃなくてディスってるわけじゃなくて、僕はちょっとインディーゲームのことをばっかり動画とか IGN の番組にも何回か出てもらってます、はい、そうなんですね、はい、イベントとかで、はいはい、もう身内ってことですよね。すこんな身内までが友達です。友達で友達です。そう言っていただけたらありがたいです、はい、ドリンクを注文してもらいただいてます。はい、はい、さんもなんか僕じゃあせっかくなんでトラビスをいただきます。はい、ちょっと生ください。で、まあ、ここからじゃあゲームということなんですが、はい、じゃあ今回持ってきて紹介するゲームは何でございましょう。はい、こちらですね、先週プレイステーション4で、リリースされたアブゾルバーっていう、格闘をメインにした、オンライン対応のアクションゲームです、はい、続きから押してます。続きからでいいですね、はい、大丈夫です、はい、あこっちですか、こっちになります。デボルバーのゲームですよね。あ、はい、そうですね、はい、Steam で出たのはもう2年ちょうど2年前なんですけど、はいはい、2017年8月なんですけれども、日本語版が、はい、いよいよリリースされて、Steam の方も日本語アップデートがされて、はい、うん、で現在あのプレイステーションストアの方で、ご購入することができま す、ね、はい、多分トラビスも T シャツ着てますよ、アブソルーバ ー、 あ、そうですか、はい、コラボしてるんです、ね、してますしてます。あれ、あなんかあれ出てましたね、アカウントが、メモリが、メモリが的な話ですかね。大丈夫ですかね。あんまり大丈夫じゃないですね、これ。本当ですか。あんまり大丈夫じゃないですね。おー、生っぽくていいですね。生っぽいですね。これは起動し直した方がいいかもね。そのパターンですかね。その間に何かでつなぐという。はい、わかりました。YouTuber 直伝の技を。ねえ。まあ普通にガッチガッチに今心拍数上がってますけどね。そうですね。やっぱ生は怖いですね、やっぱね。おお。ね、そもそもこれ落とすことすらできないという、おっとちょっとハードトラブルだね、これ。そうですね、完全に止まってますね。あ、本当だ、止まってますね。ぶっちゃけでも PC 起動し直してもそんな時間かかんないと思うから。あ、本当ですか。もう落としちゃった方が早いかもしれない、うん、そうです、他のプログラム走ってるからメモリーが何か、まあ、リークしてる可能性かもね。じゃあその間に僕が何かそうですよ何の話ですか。アブソルバー僕やってますよ。やってます。そ う、はい、そうですね、発売された頃に、僕は2年前ぐらいに移動させていただいてます。このゲームね、なんていうかね、あら本当もうやたらリアル。うん、このねゲーム作ってる人が言ってました、俺はマーシャルアーツが好きだと。ああ、もうそうなんですね。俺はマーシャルアーツが好きだから、マーシャルアーツメインのゲームを作るということで、その普通の格闘技のゲームって、はいはい、まあ、格ゲーとかそうだけど、普通全然リアルじゃないじゃないですか。うん、でこのゲーム、その波動拳とかもちろん打てないんですよ。うん、
もう全部素手でしたね。そう、素手で、はい、完全にリアルな技しかないです。そうですね、腕と足、ね、まあ一部なんかその、うん、なんかパワーみたいなのあるんですけど、うん、まあ、それでもその重要なことはこの型で演じるみたいな技で相手を追い詰めていくやつなんで、はいはいはい、後から出てくるんですけど、スタンスっていうのがすごい重要なんです。スタンス、スタンスというと、うん、その構えです、はいはいはい、この構えがなんか複数パターンあって、そう、4つの構えがあって、あと本当の格闘技と一緒ですよね。そうなんです、型ごとに、うん、派生があるんですよ。そう、技が決まっていて、なるほどなるほど、例えばあのパンチすると2番目の型になって、うんうん、キックすると3番目の型になってみたいな感じで、それをあの自分なりに作れるんですよ。そのバトルデッキみたいなのがあって、はい、ほうほうほう、だからその型ごとにそのいろんなアクションが続いていくところが、まあ、そのやっぱりそのマーシャルアーツ的な発想が強く入ってて、はいはいはい、うん、ちょっとゴッドハンドに近いですよね。そう、あ、まあ、ゴッドハンド懐かしいですね。ゴッドハンドって言ってもみんなわかんのかな。わかるんだけど、もう超メジャーゲームですよ。メジャーゲーム僕の中では問題作というか、いやいやね、うん、でも僕ゴッドハンド好きな人たちいますね。すね、まず近接格闘特化、はいはい、です、特化型ですよね。だからいいんですか、渡辺さんの名前もバリバリでも大丈夫ですか。駆け足の方なんで。ですね、大丈夫です、大丈夫です。多分大丈夫、名前出てる方なんで。今後ろ消したんで。どうですか、ありがとうございます。OK だったけど。まあでもその、はい、僕だから英語版でやったんで、はいはい、その日本語の版やってないんですけど、これあの世界観とかも結構がっちり作られてるじゃないですか。なんかその辺英語でやったらあまりめんどくさくて読まなかったんですけど、わかんないですけど、その辺はちゃんと今日本語だと理解できるんですか。はい、そもそもなんでこんな日本語に時間かかったんですか。いやちょっとその辺は僕もあんまりいやこれあの実はあのローンチしてから結構ねアップデート繰り返してて、一応なんかそのコンソールの決定版みたいな形のタイミングで日本語なんですよ。そうなんですね、はい、だって大して翻訳するとこないのに。そんなにない。いつの正直言うとそんなにないです。ないですよね。自体はそこまでなんですけど、ちょっといろいろとゲーム自体にそうあのゴタゴタというゴタゴタってわけじゃないんですけど、はいはいはい、基本的にアップデートがねかなりかかった感じです。なるほどね、いろいろ直したかったんでしょうね。あのそう、残念ながらだから僕結構最初のプレイヤーだったんだけど、はい、これマルチプレイなんですよ。本当オンラインゲームみたいにちょっと違うんですよ。僕も人がいない、はい、最初ラグがすごかったんですよ、ね、人がいないです、はい、あそっか、そりゃそうだ。僕も全然あの駆け足とは関係ない時に、はいはい、リリースされた時にすぐ買ってすぐプレイしたんですけど、あのラグが結構すごくって、でそれで、まあ、その後アップデート重ねてすごくスムーズにはなったんですけど、そうなんですね、そうオンラインもあって、はいはい、その1対1とか3対3で戦ったりもできて、はいはいはい、でその最初3つ流派を選べるんですけど、その戦いの試練とかをどんどん積み重ねていくと自分の流派を創設してあのオンラインで弟子募ったりもできるんですよ。すごい。そのいわゆるそのクランみたいな感じなんですけど、あのオンラインゲームでいうチームとかギルドとかクランみたいなものなんですけど、そういうのを作り上げることができて、そのなんていうんですか、そのゲームの中ではその弟子を募って自らの知識を広めようみたいなこととかも書いてあるっていう。師範代とか。そう自分で一刀流とかを作るわけですね。そう、ね、とにかくその辺このゲームだから人と会ったらどうするかっていうと、まずお手洗いお願いしますって、お辞儀とか、ね、でそこで別に戦うのも自由だし、あの一緒にあっち行こうぜってのも自由で、自由度高すぎて何すればいいのみたいな。あ、そうなんですね。でなんかそのゲーム続ける人は本当にね、なんかガチになんかその自分を訓練する人が好きなんで、高めるんですね。かなりストイックなところ。だから本当にそういう あるじゃないですか、そのやっぱ格闘、近接格闘だけのロマンみたいなので、映画にもあるし、ありますあります。ゲーム、それこそ、はいはい、浅田さんのゲームにあると思うんですけれども、だからそういうところがもう、ストイックに入りすぎてて、ちょっとそれ以外の人は、ちょっともう置いてけぼりみたいな、そのインディーならでは感が、ちょっと、ね、出たりもしてるんですよ、ね。そう、手軽に入る感じのゲームじゃないですよね。まあ、でも始まりは結構手軽ですけどね。うん、あ、そうか。やり始めていて、なんか何すりゃいいのかなっていうところは、はいはいはい、若干思います。そうか。どうですか？多分、動くかな。てか動いてもらわないと、もう話だけでみんな想像してもらって帰ってもらうという、ね、YouTube とかで見てくださいもう買ってくださいみたいな感じ。もう一本一応ゲームを用意してるんですけども、あ、そうです、はい、もうそっちがもうアブゾルバーがもし次起動してダメだったらそうです、ね、もう一本の方の方に行きましょうか、はい、行くということにしましょう、はい、だからその叩いてる感じとかがもうすごくリアルに演出さ、リアルっていうとあれですけど、演出がすごく凝ってるので、動かしてるとかなり楽しく、そういう拳法とか格闘技とか好きな人はなんかちょっとかっこよく決めてやろうみたいなのがちょっとだんだん出てきて、はい、はい、あ、よかった、いや来たかな、ロゴが来ましたよ、ロゴは来てるんですけど、そうね、この後ですね、この後、そこまでは来ましたね、この後若干怖いですね、
さっきの画面になりました。こう画面切り替えちゃってんじゃないですか、もう。はい、じゃあ皆さんにも出てもらいました、はい。あ、来た来た来た。来た来た。あ、来ましたね。超これ追加ロスのちょっと怖いんですけど。さあ、このローディングですよね。ちなみに武器もあるんですよね。え、武器。ああ、そうですね。道端に落ちてるなんか錆びた剣みたいなのとかは拾ったりもできるんですけど。はいはい、そうなんですね。はい、あ、よかった。ああ、来た来た来ました。よかったです。ああ、よかった。OK、はい。でも今これあのゲーム始めたてのチュートリアルのところなんですけど、はいはい、まあ先進んでもらったらこっち蹴るですね。はい、パンチ蹴る。だから基本的にはなんか1対1で戦っていく感じなんですね。敵も結構こっちかこっち蹴るかパンチ蹴る、はいはい、もうこの音とかもう僕最初やった時に、はいはい、あもうこれめっちゃいいゲームじゃんって思ったんです。この叩いてる感じとか音とかがそうですね、いいですね。そのなんかこうこういうのが好きな人が好きでしょって分かってる感のある音を出してくれるんで、これジャンプないですよね。あ、ジャンプないんですよ。ジャンプはないですね。ただガードとパリーのシステムが超重要なんで、はい、それはあのラインに出てきます。あのチュートリアルが進めば、これでロックオンして、ロックオンする、はい、で、まあこれロックオンの練習って感じですね。通さない、はい、通さない、通さない。これ石像なんで、あ、そうですね。早いです、はい、ドカーンとかいかないで、これで解除してます。ちょっと見えづらくて、こっち側進んでもらって、はい、奥進んでもらうと、はい、だんだん敵が、あ、もういますね。で、まあ、コンボですね。ここでロックオンすると、するこっちか、はい、敵の体力と、下はスタミナなんですけれども、そうなんですね。石像じゃないですよね。まあ、いわゆるダークソウ、はい、ダークソウルっぽい。あのあれがこのやっぱ音がすごく重たく響くんで、あのすごくかっこいいです、ね。モーションも重いですよね。はい、そうなんですよ。ロック中にあるこの RT ここですね。はい、押してロックしてこれですね。これがさっき言ってた下のスタイルになるんですけど、はいはい、あ、なるほど。RT をしながらこの、はい、足のこっちですね。あ、なんかこうなんかあのサウスポースタイルみたいなやつとか切り替えることができてるんですよね。でこんな感じで、こんな感じ、なるほど。右スティックこれを押しながら、右スティックでこう4つの型があるんで、今こうやってかっこよく切り替えてる。で、このスタンスによって全ての技異なるんです。そうですね。はい。なので、そのままこれでパンチしたら違った形で裏剣です。はい。で、その動きによってこのスタイルが変わっていくんで、はい。これやっぱり石像なんで、はい。ローガンなんですね。ローガン見えないんです。変えるとまた違う、はい、でここで6本外す、はい、こっちで、はい、進んでもらって、なんか最初ちょっとだけ、はいはい、あの操作が複雑にはなるんですけれども、あのだんだん慣れてくると自分なりに動かせることができるん で、 そうですね、ああ、ワイですね。それいわゆるアーマーブレイクみたいな感じで、はい、ガード崩せる技ですね。光るやつは、ガードレスですね。これが超マニアックなシステムなんで、ね、これガチの人がやるとやばい。これジャストガードがあるんですか？ジャストガードあります。ありますね、ジャストガード。今はフェイントをやんなきゃいけない。X を押した瞬間にガードを押すとフェイントできるんです。要するに途中でキャンセルしてやめることがあるんですよ。これが。これだ。なるほどね。どこどこ行っちゃった？なくなった。はい。倒せました。あれ、この人また録音してました。多分誰かいるんですか？まあ、あのちょっと探索要素みたいなのもあって、あ、まあ、装備品とか見つけると、ね、自分の、まあ、速さを犠牲にして防御力上げたりもできますね。なるほど。おで、後ろですか、多分。後ろですね、はい、こっち側進んでもらって、なのでそのガードフェイントのところとか、あの敵もずっと攻撃してるとずっとガードしてくるんで、あのフェイント入れないと攻撃が当たらなくなってきたりもするんですよね。はい、まあ酒ですね。そうですね。B ボタン、どっちだどっちだ、どっちですか。 B ボタンと横方向かな。そうです、そう、ステップで避けます。ジャストどっちですね。
そう。まあこれ結構これ序盤から1対多を要求されるとこあるね。これ自由に動かしたらすげえ気持ちいいでしょうね。そうなんですよね。だからまあ、話が進んでいってバトルエディターとかデッキを、うん、エディットできるようになってくると、その自分なりのこの格闘技の流れを作って、いやこのなんか後ろ回し蹴りがかっこいいから入れちゃおうとか、この型ここ型のつながりを自分で考えながら、自分の攻撃を組み上げていく楽しさがあるので、ね、足技系かね、足か。でここチュートリアルの部分なんですけど、抜けると、まあ、その拠点みたいなところに行って、そこからはリアルタイムにそのオンラインで参加された方はもうそこで始まることもできるし、でここはボス倒さないと扉が開かないんで、ちょっとボスをどこかで探してもらうことになるんですけど、で、まあ、目的としてはその町にその名だたる強い敵がいっぱいいるんで、その強い敵を全員倒すと帝都の塔っていうところに入ることができて、そこで待ち受ける、まあ、最大の敵を倒す、そして、まあ、アブゾルバーってこれ、まあ、世界を救うみたいなののバックグラウンドの話があるんですけど、その世界を救ってる戦士アブゾルバーになるっていうのが、はい、大筋のストーリーなんですよね。だからちょいちょいボスがいるわけですね。はい、そうですね。ボスマジでめちゃくちゃ強いです。なので、ボスも基本こういう格闘系のところですよ。あ、もう全員格闘で、でボスごとにもやっぱり型が違うんで、まあそれ慣れるのが、はい、動き読めないみたいな。まあモーション見る部分がほぼですね。そうですね。赤老の完全に近接格闘のみみたいな。あ、のみみたいな感じですね。渋、あれどこ行ってか分かんないですね。あれ？今どこに、今僕にちょっと見てなかったんですけど、戻っちゃいました。だから相手の上段蹴りを、はい、下段のしゃがんでの回し蹴りで避けるとかっていうシーンとかも、出来上がったりもするんですよね。めっちゃ面白い。だからこの辺がなんていうか、まあ、ちょっとこう探索みたいな部分もあるんですけど、あ、多分そうですね、はい、こっちには階段ありました。このマップちょっといまいちだな、この味。あ、という感じ。あ、はい、なので特別コントローラーに振動来るとかではないんですけど、はいはい、やっぱり叩いてる感じとかがすごく伝わると思うんで、これは最近リリースした宣伝も兼ねて、はい、須田さんにもぴったりのタイトルかなと思いますね。はい、いいですね。そうです、今のがフェイントですね。はい、まあ、フェイントもかなりフェイントめちゃくちゃフェイントが入れすぎましたね。ボタンがね、なんか押しすぎちゃいますね。渋いゲームだな。そうなんですよ、めちゃくちゃ渋いんですよね。え、はい、これやると分かりますよ、すごい渋いって、はい、で、実はその型ごとに奥義っていうのがあって、そういうのもある。はい、受けた攻撃を習得するんですね。そうですね、今この左を入力してるんですけど、うん、はいはい、左側の攻撃に対してジャストでガードすると相手をちょっとひるませることができるっていう奥義なんですけど、ん、何を言ってる。奥義って名前でかいですけど、やることものすごい地味ですね。そうそうそう、受け流すんですね。そうですね、受け流すんです。はあ、はあ、だから相手の攻撃をちゃんと見て反射でこう左受け流したり、右受け流したり、あと下もあるんで、下段の攻撃を受け流したり、上段の攻撃を受け流したりっていうのができる。これ奥義です。めちゃくちゃ、ね、地味です。奥義なのに。そうです。もし全然攻撃してこない。あ、これ石像ですか。あ、石像ですか。そうそう、わざと言ってる。今のはね、今のいやいや、わざとじゃなかったらちょっと僕怖くなっちゃうんです、逆に。でも本当にさっきの本当波動拳とか昇竜拳的なものが全然ないってことですよ。全くない、大きで本当受け流しっていう、はい、で多分あ、いたいた。でこの音楽その扉の番人とかっていうキャラクターには名前がついてて、あ、今のですね、今の、ちゃんと右左からの攻撃を左で受け流してるって感じです。そうすると本当にね、奥義で受け流してもちょっとの隙しか出ないんで。あ、そうなんですね。はい、まあでもいわゆる反撃確定取れるのがほとんどだと思います。こうやって、まあ、敵もかなりね強くガードしてくるので、それこそフェイントで揺さぶったりする。はい、
先行入れすぎちゃう。それはわかります。あ、でも倒した、そういう感じですね。ありがとうございます。そうするとさっきの扉が開いて、はい、あのゲームがストーリースタートするっていう流れですね。はい、序盤はまあガチャプレイで、はい、まだなんとかなりますけどねこれ後半ね、シビアでしょうね、はい、相当ね。でもあのチェックポイントがあって、はいはいはい、死んでもそこからすぐ復活みたいな形にはなるんで、はい、なのでグラフィックもすごく世界観が作られてるタイトルですので、ね、皆さん、ね、よければアブゾルバーよろしくお願いしますというところです。はい、面白いです。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとトラブルもありましたけど、よかったよかったはい、ありがとうございます。じゃあアブゾルバーこれまで。じゃあもう一本、はい、今日は、はい、そうですね、せっかくなんでもう一本いきましょうか。でもう一本はこれ、はい、明日リリースのタイトルです。タイムリーじゃないですか。はい、で今年のビットサミット、京都のビットサミットでも、はい、あの出展、任天堂さんのブースでされていて、はい、めちゃくちゃ盛り上がったパーティーゲームなんで。またデボルバーですか、ね、またデボルバー。駆け足ゲームズとデボルバーがちょっと若干こう、ちょっとそうですね、ちょっと仲良しなんで、仲良すぎますよね本当ですよ、はい、なので、はい、そうですね。出た出たっていう、これまた全然違うタイトルなんです。この間のゲームズコム行って、はい、デボルバーのブース遊びに行ったら、この帽子があるんですよ、はい、4人の。あ、全部もらいました、はい、全部全部もらいました。4つくれました。これはヒープ4って言って、はい、協力しながらみんなでゴールを目指すっていう、協力型のアクションタイトルです。で、まあ、ここにも書いてあるんですけど、ぼっちでも大丈夫です。ぼっちでも、はい、ぼっちって、はい、略してますね。なるほどなるほど。駆け足ゲームズのローカルズということで、はいはい、いいじゃないですか。で今回ね、最初のステージをちょっと皆さんで一緒にやろうかなと思います。はい、A ボタンで、こうやっていろいろ切り替えたりすることができるので、なるほど、ね、色とか名前とか声とか、はいはいはい、で、まあ、青い X ボタンを押すとランダムで多分なんかやってくれます。やってくれないな。なので、あ、黒が、黒これじゃないですか、これ。あ、あ、外れてた。大丈夫じゃないですか。あ、よかったよかった。色だけ変えた方が、はい、じゃあ僕は黄色で。でこれもめちゃくちゃ操作シンプルで、はいはい、赤い、グローブの方は、右側のトリガーで、青いグローブの方は、あ、右が 青が右です。でピンクが左で、掴んだり離したりできるんですよ。ただもうそれだけです。こうやって腕を動く、スティックで腕を動かして、で壁とかをキャッチできる。で離すと普通に離すっていう、さっきのアブゾルバーとは大きな違いが、もうすでにもう皆さん、あ、なるほどねっていうのが分かるタイトルではありますね。全部左スティックなんですね。はい、あ、そうですそうです。右左関係なく、はい、全部左スティックで。でこのゲームは任天堂スイッチと、Steam でリリースされます。はい、はい、スキップしちゃいますか。おお、でもうみんな転がってきちゃってるんで、これなんか掴まないと弾けて消えてしまいます。え、でみんなでゴールを目指すって感じですね。何色だっけな。あ、これですこれ。もう塗られちゃって返り地で塗られちゃって、ゴールフラッグは見えないかもしれないですけど、ここに、4人で入るのが、無理だ無理だ、むずくない。最初ちょっとだけ難しいですね。須田さん何色。僕ね、ブルーです。あ、ブルーですか。あ、そう、今ちょっと返り地浴びちゃいましたけど来た来た。あ、そうですね。でそのまま入ってもらって、離れてもらって、で4人入ると、次のステージに行くことができます。でこれちょっと右手と左手どっち掴んでるか分かんなくなると思うんですけど、これね、とりあえず青が右って思った方がいいですね。で青が右、はい、青が右手、赤が左手って、左のこのトリガーって思った方が、ちょっと待って、今さん分かってる。遠いんだよマジで。見えない、こっち見た方がいいんじゃない、こっち後ろ見た方がいいです。ちょっと待って、はい、冷静になります。わかりました。ちょっと黙るってことですね。ちょあー、みんなよくできたね。赤赤、なんかキャラクターもいろんなカスタマイズがあって、なんか実績とかもあるんで。あ、そうそう、まあ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 、で、スティックでこう、スティック、そう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 、
で、どっちが青が右トリガーって思った方がいいですね。青が右トリガーって思った方が、はい、イライラする。多分イライラ。持ち上がります。持ち上がります。頑張れ。行きます。よし。もうちょっと入ってください。もうちょっと。青が右って思った方がいいです。青が右のトリガーって思った方がいいです。よかった。新規の。これで？はい。だからあのタイムコールみたいな。あ、なるほど。目標に向かってみんなで。そうですね。で、これだんだんステージが難しくなっていって、で、これステージなんだ。これあのみんな手つなげるんですよ。なのでみんなが手つなげばこんな風にこうブラッブラブラできる。ああ、いや何やってんだ。誰。ああ。で、ちょっと声出しながらやっていかないと。ちょっと待ってくださいね。いやおい、ちょっと待って、どこ行くの？あ、ちょっと一回手離して、俺やってるから。ちょっと青色の人が右手離す。お、俺一人で、もう一人で行くわ。あ、ちょっと違った。話しちゃいました、僕が。よっ。で、これだんだんね、もう右か左かちょっと分かんなくなってくるんで、赤がもう左の、そうだ。あ、ちょっと、ちょっと僕飛ばしますね。飛ばしてください。もう一人で行くわ。ちょっと待ってくださいね。飛ばすんで、ちょっと待ってください。よいしょ。取ってください。いけー あ、そっか。あ、こっちね。ごめんなさい。そっか。難しい。あーなので、結構これ、かなり世代問わずに、楽しめるタイトルですので。ですね。よいしょ。よっ。あ、離されてる。ちょっと信じて今ちょっと手を片手をちょっと預けたんですけど握ってくれなかったっていう。ちょっとやばい。これ僕がやばいパターンですね。これ見てください、この個人技官、このそう、もうね、4人で協力してっていう。協力する気がない。あーやばい。ちょっと待ってくださいね。よっ。あーあぶねー。届かない。よっしゃ。よっ。よっしゃ。よっしゃ。おい、早くやれよ。よっしゃ。じゃ残ってるのは僕だけです。ぼっちだ、ぼっちプレイになってる。違うんですよ、僕はみんなと手をつないでいく絵が欲しかったんです。そのゲームの良さもね、そのケースがちょっと大丈夫です。僕、ちょっとある程度やってはいるんで。よいしょ、はい、ありがとうございます。あ、これは、まあ、パーティープレイとしては、ね、はい、面白いですよね。すごい、やってみるとそう、意外と右と左手が分かんなくなってきたりとかするんで、うん、見てても楽しいゲームですよね、はい、これね。楽しいですか、大丈夫ですか。また個人技。あ、いや、一緒にツーマンセルか。はい、一緒に行ってもらおう。あ、すごい。あら、よ、はい、どっちがで、こうですね。お、で、誰今の？僕。今僕はピンク色の大坪さん、僕ですと一緒に今ゴール目指してるんで。須田さんに捕まってます。あ、じゃあ捕まってください。オッケー。よいしょと。上。気持ちいい。はい。あれ4人で超気持ちいい。そうなんですよね。まさ重い。重い。やっぱ俺たちは個人主義みたいな。で、ステージに時々引っ張る紐が降りてきて、その引っ張る紐を下ろすと、バスケットボールとか、そのボーナスステージみたいなのが入るんですよね。お、これ2人一緒に。あ、ちょっと待って、間違え。そっちルートで。間違え。じゃあ、1人で行きます。下ルートで。あ、一緒に行きましょう。あ、いい感じ。間違え。じゃあ、頭つかみ合うっていう。頭つかんで。妨害してんのかな。え、これ。こっちから言ったらやばくないですか、ルート。でも一応ね、腕力でどうにかなりますけど、正規ルートはやっぱり外回りですかね。で、時々なんかいろんな生き物がステージを邪魔しに来たりもするんで、なんかビジュアルがすごくユニークですし、ルールもすごくとっつきやすいので、皆さんぜひ友達や家族、ご家族の方と一緒に。おお、わわわわわ、スピードが速い。あ、いいですね。よし、あ、もうだいぶ慣れてきて。オッケー、あ、できた。あれ面白いね、というゲームでございますので、これは4人で人数を増やして楽しいですね。めちゃくちゃ楽しい。で、だんだんちょっとね、トゲとかが出てきたりもするんですけど、まあステージがそもそも難しくなったりだとか、トゲに当たると、おお、お先行っちゃおう。
お、キャッチした。早い。ああ、なるほどね。なるほど、分かった分かった。でも3人プレイ。3人プレイ。3人プレイ、素晴らしい素晴らしい。ああ、ちょっと待って、離しちゃった。邪魔してんの。多分みんな話してますよ。あ、よし、行きますか。はい、あとは任せた。あとは任せた。あ、そっか、真ん中の人が話した。あー多分あー、ちょっとそうか、ちゃんと信じないとダメですね。そうですね、だから右で今から誰かは絶対ホールドしたままとか、はい、あと右左とかね。そうですね、これに使うと振り子、振り子とかで手を伸ばしてる。ああ惜しい惜しい。あ、来た来た。おお。ああ。いうかなりね、あの気楽に楽しめるタイトルではあるので、はい。すげえ。ちょっと今ないな、このゲーム。すごいから。いたずらに命を消費してる気がする。そうですね、はい。まあ何回死んでも大丈夫だからね。ああ、まあそうです。その辺の気軽さもあります。よっ。よし。で、振り子みたいにして飛ぶこともできます。あーやー。あ、すみません。ちょっと僕が今両手離しちゃいました。自ら行ってしまいました。っていう、タイトルになってます、はいはい。これ時間の方大丈夫ですか？そろそろ。ちょっとアブソルバーのやつもあったんで。はい、まさに今明日、はい、明日リリースなんですよね。はい、はい、任天堂スイッチとあの Steam の方でリリースされますので、はい、あのぜひ駆け足ゲームズの方もよろしくお願いします、はい、みたいな感じですかね。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで駆け足ゲームズおすすめインディーゲームコーナーでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということでね、長いことを送りましたトラビスとマンデーナイトのも、まあ、そろそろ終了ですが、はい、その前に抽選会を送りたいと思います、はい、でそのプレゼントなんですが、はいはい、あの先ほど紹介した、ア, ブソルんアブソルバーアブソルバー と, ヒーブ4 の、スチームですね。そうです、スチーム版のキーを5本ずつ、5本ずつだから PC で、はい、ね、用意しましたので、はい、ぜひ皆さん抽選でそうですね、はい、ゲットしていただいて、じゃあ抽選箱を持ってきてもらっていいですか。コードがありますんで、そちらをね、Steam で、もう皆さんにお配りしてるんですよね。抽選箱、あ、ありましたね、はい、5本、はい、5本引きましょうか。よいしょと箱開いてますけど。もう。こんなさ、ロフトナインって書いてあります。あ、そこですね。あ、C の145ですね。C の145の方。いらっしゃいますか。レイヤーさんも。あ、じゃあこっち、取りに来てください。行きましょう、みんなで行きましょう。わかりました。おめでとうございます。おめでとうございます。A の174の方。おめでとうございます。お、 おめでとうございます。では次は A の157番さん。A の157。あ、いらっしゃった。おめでとうございます。A の157さん。次は C の165の方ですね。C の165。いらっしゃいますかね。C の165はいない。次行きましょう。はい、いないってことがあるのかな、あるのかな、ないのかな。C の165、はい、山ちゃんか。あ、そうなんだ。発送してほしい。はいはい、発送してほしい。じゃあ、うん、発送してください。はい、はい、続いて A の173の方、おめでとうございます。あ、おめでとうございます。はい、次は A の127。あ、ここから別のゲームですね。別ここからは、ここからは何ですか。ハイブ4、ヒーブ4、ヒーブ4、はい、ヒーブ4ですね。 A の1273。あ、おめでとうございます。
あ、いいですよ、レイヤーさん、いっちゃって。はい。あ、僕ね、はい、僕言います。B の204の方ですね。B の204。あ、おめでとうございます。あ、おめでとうございます。A の182の方、おめでとうございます。A の182ですね。おめでとうございます。ケムタさん、まだありましたっけ？あと2本ぐらい。あと2本ですね。はい。はい、じゃあ、C の1683。C1683。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、最後、須田さん、はい、お願いします。はい、あ、2つやってた。A の204の方です。A の204。A の204。あ、おめでとうございます。ますはい。あ、もう一つもらった、別のゲーム。あ、もらった、あ、どうします同じゲームになっちゃいますかね。あ、じゃあ別の方に了解しました。はい。ありがとうございます。もう一度お願いします。行きましょうか。よいしょと。A の152の方ですね。A の152の方。はい、おめでとうございます。皆さんおめでとうございます。はい、おめでとうございます。ぜひね、バリバリやっていただきたいと思います。はい、はい、というわけでお送りしてきましたトラビスマンデーナイトロですが、はい、まあ、これで終了でございます。はい、実はですが、実は第2回がもうすでに決まっております。おお、ね、いい反応だ。そうなんですよね、はい、とりあえず第2回やってみようと思いまして、あの日付がですね、はいはい、10月23日、これ何曜日ですか？ね、すみません、忘れちゃいました。今度こそ多分月曜日だと思うんですよ。そうでしたっけ？多分ね、月曜日じゃないですか。水曜、また次も水曜です、ね、また水曜日でした。ウェンズデーにしてきてよかったっていう ね、はい、でこれはなんでこの日なんでしょう、ちなみに10月23日、前の週に10月17日にですね、はい、トラビス・ストライクス・アゲインの移植版、うん、PS4 版とスチーム版が発売するので、まあ、その発売記念イベントということで、ね、はい、開催したいなと思ってます、はいはい、場所はもちろんこちらで。そうですね、ですね、で今回もゲスト、一人呼んだんですけども、はい、毎回レギュラーにしようかなと思って、スエリーさん。あ、スエリーさん。はいはい、はい。ドリンキング、ドリンキングと呼ばれてるスエリーさんに行きますけども。なんかパックス行くとかで。ほう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 。ああ、タイミングが。はい、で、スエリーさん多分ね、海外行かなかったら来ると思います。スエリーさんしょっちゅう海外行ってるんで。ですね。そうなんですよ。で、スエリーさんと、まあ、このイベントで、一緒にゲーム企画をね、いつずっとコラボしましょうって話をしてたんですけども。すごいですね、それ。でもなかなかね、お互い忙しくて会わないんですよ。うんうん、あの、海外とかのイベントとかじゃないと。でこのイベントでもう企画を考えていこうとおいうことで、まあ、スエリーさんゲストで、はい、お初の、そうなんですよ、あの、ゲーム企画もこの公開ゲーム企画会議、はい、トラビスマンデーナイトロで企画を決めていくと、うん、で企画が決まったら次パブリッシャーを探してみたいな、ね、そこもだんだんこう皆さんと共に、ね、どこがいいかなって話はみんなで、ね、はい、ゲーム、まあ、ホラーゲームっていうことをこの間ケルンで一応決めたので、まあ、ホラーゲームをね作りましょうというところから、はい、スエリーさんを呼んで、まあ、またこのコーナーも、はい、あ、本当ですか、やっていきたいと思いますので、はい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 、という形で、はい、ぜひ皆さん、あの、お時間がありましたら、はい、また、水曜日ですけども、まあ、水曜日ですけども、ぜひ遊びに来てください、はいはい、でまた、あの、今回みたいにこの場でしかお見せしないというものは、ね、うん、必ず用意して、そうですね、はい、あの、来たからこそ、ね、意味のあるイベントにしたいなと思ってますので、はい、でまあ、こんな感じで緩くね、はい、やっていきたいなと思っております。不定期ですけどもね、はい、なんとなく不定期でやっていきたいなと思ってます。同じことを、そうですなんとなくも不定期も、はい、ね、なんとなくそうなんです、一緒なんですけども、はい、いいと思います、はいはい、またノーマー3の何かが出るかもしれない。そうですね、10月だったらね、また、この場だけだったらトレーラーとかもね、うーん、シークレットで見せるのも面白いのかなと思って、ね、そういうことがあるかもしれないんで、そうそうそう、編集過程のものとかね、うん、ね、どうです、見たいですか、そういうのとか、ね、あ、ね、そういうの、そういうのもね、はい、そうそうそう、ね、拍手しますよ。ですよね、はい、そういうのを用意して、はい、皆さんお待ちしております。次回も、はい。じゃあ今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうも。じゃあ次回10月23日、はい、水曜日、またこちらですので、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。カメラがどれか。カメラは。
多分カメラあれなんじゃないですか、ね、世界の人もね来てほしいですね、そうですね、海外からも、海外からね、そうですよ、ね、もう2ヶ月先ですからね、そうです、多分来れますから、今からチケット取れます、間に合う間に合う間に合う東京オリンピックでほら混む前に来てほしいですね。そう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 。いいですね。ギャビンちょっと訳してもらう。あ、帰っちゃったギャビン。あ、ギャビンさんはちょっと、はい、そうですね。ギャビンさんありがとうございました。ありがとうございます。木村さんもありがとうございました。